あ、こっちで。写真撮ります。はい。はい。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、やってる。もうちょうど。あ、やろうか。あ、やれるやれる。まあ、あの同時放送ちゃうから。普通に。普通にね、昨日飲みでね、あれなんで。ん？これ今オンライブなってるかな？なってるね。なってるなってる。この隣に D が来るはずやで。これで入る。うん。そうやで、うん、今日は4時間ぶっ続けちゃうの。引っ張りだこやね。引っ張りだこや。人気者やな。もう30秒前か。うん、もう30秒前ですね。マイク、音量大丈夫かな？ちょっと待ってね。20秒。うんうん。聞こえ方どうですか？ OK ですか？大きさ、大丈夫ですか？あ、大丈夫。うん、音量は大丈夫。うんうん、あ、このマイクの、あれが。うんうん、じゃあ行きます。はい。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。さあ、今週も始まりましたサタデーニュース20。時刻は8時、今もうすぐ30秒になろうとしています。さあ、先週は特番のために お休みだったこの番組なんですけれども、今週からなんと FM ギノワンのみ2時間番組としてスタートいたしました。やったー！喋りたかったということで、2時間に、そうですね、バージョンアップして、スタートとなりました。サタデーニュース20、この後9時56分までゆっくりと皆さんお楽しみいただきたいと思います。さあ、この番組は1週間のニュースを振り返るとともに、特にこれについてはというトピックスについては特集として取り上げて、いろいろと話していきたいと思います。この1週間皆さんどんなことが気になったでしょうか。どんなことにムカついたとか、どんなことにびっくりしたとかね、ぜひぜひ皆さんのコメントお待ちしております。ツイキャスでのコメント、またメールでお待ちしています。メールアドレスは797@fmginoan.com、 797@fmginoan.com となっています。アルファベットはすべて小文字でお願いします。さあ、そして今日もコメンテーターをお迎えしています。コメンテーターのキャプテンです。どうも皆さんこんばんは。、ブルガリさんもこんばんは。マヤさんですかね、うん、もこんばんは。こんばんは。俺も来たぜ。、うん、さあ、まずオープニングはあんまりキャプテンには喋らないでいてもらって、後ほどですね、コメンテーターとしてもうゆっくりですね、お話ししていただきたいと思います。ひどい話ですけどね。あんまり喋んないとか言われるな。オープニングではあんまり喋んなくても大丈夫ですよ。よろしくお願いします。さあ、そして今日の特集なんですけれども、火曜日に、今週の火曜日に天皇のお気持ち表明ということで、天皇陛下は生前退位について明言はされなかったもののお気持ちという形でビデオメッセージで約10分程度お話しいただきました。ということで特集は今回このテーマについて取り上げていきたいと思うんですけれども、皇室関係に詳しい今日は与那嶺ディレクターにお越しいただいております。博識。博識。
ね、今日はのコメンテーターということで、いつもね、与那嶺 D は白のズボンとかね、うん、結構割とこう爽やかな感じで来てるんですけど、うん、もうね、残念ながら見えないと思うんで、皆さん私が言っとくんですけど、うん、今日はね、水色のハーフパンツということで、非常に攻めの格好でね来ていただいておりますので、特集にかける思いがね、かなりもうひしひしと伝わっておりますので、やる気あんのか。いやいやいや、格好は関係ないですよね。関係ないから、はい。今日は水色のハーフパンツの与那嶺 D に、コメンテーターとしてお越しいただいておりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてザキヤマディレクターも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか疲れとう今日。いやいやいや、そんなフレッシュです。なんか髪型が落ち着いてないけど。確かに。なんか爆弾でバーンとなった後のね、よくあるでしょ、ドリフとかで、ね、爆破された後のおしゃれパーマ。おしゃれパーマ、一応おしゃれパーマ、おしゃれパーマ、おしゃれパーマか。今日はね、おしゃれパーマのザキヤマくん。僕おしゃれ坊主ですから。なるほど。じゃあ今日はおしゃれな、メンツを迎えてですね、この後9時56分までお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ皆さん最後までゆっくりとお楽しみください。ダブルオーセルマンも終わってますね。今日は与那嶺 D は、まあ、途中抜けますけれど、うんうん、4時間ぶっ通しですから、うん、しかも今日は与那嶺 D は休みという、もう実際本当は休みの日ということで、ね、そうそうそう、休み返上で、ね、来ていただいておりますのでね。さあ、じゃあ終わったらもう早速、うん、もうこの後はぶっ続けトークで、まあ、行きたいと思いますので、さあ、時刻は8時5分に今なったところです。サタデーニュース20、この1週間のニュース、気になるニュースを振り返るとともに、気になる話題は特集として取り上げていきます。今日の気になる話題特集ですが、天皇陛下のお気持ち表明についてということで、名言こそ避けられましたが、生前退位について今もういろいろなところで話題になって、いろんなところで、議論がなされているわけなんですけれども、今日改めてご紹介したいと思うんですけれども、コメンテーターキャプテンと皇室関係に非常に詳しい与那嶺ディレクターにお越しいただいておりまして、今日の特集についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。さあ、よろしくお願いします。お願いします。まず生前退位ということなんですが、もう皆さん、ね、ご存知だと思うんですけれども、改めてちょっとおさらいをしていきたいと思うんですが、生前退位とは、終身制、つまり亡くなるまで一生ということですね、かつ該当の地位にある人の逝去に伴い後継者を選ぶ場合がほとんどであるような地位において、該当の地位にある者が存命中に退位をすること、これが、ちょっと難しいんですけど、ややこしいんですけど、生前退位ということなんですね。うん、で、世界では、じゃあこういう生前退位どうなのかっていうところなんですが、2013年、オランダのベアトリクス女王が、2013年4月をもって王位を譲ると発表したということで、オランダの王室では特段珍しいことではないと。うん、一方ですね、ローマ教皇ですが、ベネディクト16世が退位を表明したときは約600年ぶりの出来事であって、極めて異例の部類に入ると。で、退位の理由ですが、高齢に伴う体の衰えだったということです。どちらかといったら日本でも、もしも実現をしたら江戸時代以来約200年ぶりになるということなので、本当に今ですね、皇室典範がとか、ちょっとこう話題を、憲法がとかいうことにね、すり替えつついろんな議論がされているわけなんですが、お気持ち表明、結構たくさんの方がテレビでご覧になった方ばかりなんじゃないかな、多いんじゃないかなと思うんですが、早速ディレクター、与那嶺 D はどうですか、ご覧になりました？そうですね、音だけで10分間聞かせてもらったんですけど、簡単に言うと、そのご高齢に伴って、その象徴としての役割ができなくなって、
ってきているということをね、うんうん、陛下自身が述べられたっていう風な内容だったんですけど、うんうんうん、はい、あの率直な感想を、はい、まずはちょっと聞かせていただきたいなと思うんですが、そうですね、やっぱり今回のその陛下のお言葉を受けて、うん、やっぱりその陛下がその自分がその天皇というものに対してどういうふうに思われているのか、うん、やっぱりその代々続いてきている皇室、天皇というのをどういうふうに継承していかないといけないかっていうやっぱり思いみたいなのが伝わったかなというふうに、うん、また改めてもっと勉強したり真剣に考えていかないといけないなっていうふうに思いましたね、うん、はい、なるほど。ブルガリさん600年ということでいただいてるんですが、600年なのは、ローマ教皇が600年ですね、日本の場合は実現すると200年ぶりになるということですね、キャプテンはどうですか、率直なまずは感想、まあ、聞かれた感想を教えていただきたいんですが、まあ、あの今の天皇陛下さんはね、うんうん、あの国民と共にね歩むということをね、あの主にですね、うん、あのまあ、要は一般社会と同じような、うん、あのまあ類で、うん、まあ、皇室も一緒に歩んでいこうと、うん、まあ、そこの中でルールもしっかり、うん、で今までいろんな改革をされたと思うんですよね、うんうん、まあ、あの天皇陛下とあと皇后様もそうなんですけれども、うん、皇后様が一般の、うん、まあ、要は家から、うん、まあ、嫁いできたという、うん、まあ、今までの皇室では初めてですかね、そうですね、はい、ということでね、いろいろその皇室の、まあ、ここが変だよ皇室じゃないですけれども、うんうんうん、あのそういうところもかなり改革されたようですし、うん、今のあの、まあ、秋篠宮さんとか皇太子さんとかは、うん、あの初めて今までは乳母というかね、うん、が育てたりとかしてるんですけど、うん、美智子さんが、うん、まあ、自分が育てたいということで初めて、うん、まあ、あの育てられてるとか、うん、そういうこともありますんでね、うんうん、僕はあのまあ、天皇陛下さんらしいなと僕は思いましたけどね、うん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 、ザキヤマ君はどうですか、うん、聞かれました、お気持ち表明。いや、まだ聞いてないんですけども、うんうん、ビデオでその流したというか伝えたって聞いてちょっと意外でしたね、まあ、ではないんだなって思いましたね、うん、あ、なるほどなるほど、はい、うんうんうん、まあ補足するとね、うん、あのなぜああいう言い方になったかと、うん、まあ、要は回りくどい言い方ですよね、うんうん、一般的に言うと、うんうん、要はあの天皇陛下が、うん、今要は今法律でね、うん、天皇の皇室の、うん、まあ、あの皇室典範もあるんですけど、うん、まあ、天皇が政治に介入できないという、うん、まあ、条文があるんですよ、うん、法律の中に、うん、で、うん、天皇陛下が辞めたいから法律を変えてくれということを言うとダメなんですよ、はい、だから遠回しに言って、うん、まあ、国民の理解を得て、うん、で国民から声が、ね、上がって、うん、まあ、政治家が、まあ、憲法改正をするということなんですけど、うんうん、これねちょっと怖いのがね、うん、皇室典範が変われば、うん、通常は、うん、あの今回の件はOK なんですよ、うんうん、要は実現するわけなんですよ、うん、ただ政治家は何を考えとるのか、またね、うん、あのマイナンバーの時みたいにね、うん、なんか悪、うん、どさくさまぎりにね、うん、なんか悪さしようかなということでね、うん、憲法改正もせなあかんみたいな、うん、そこはね皆さんね、国民の皆さんはね、うん、あのマイナンバーの時もありますからね、うん、まあよくしっかりと見てね、うん、余計なもんつけてないか、うん、まあ、余計なことやってないか、うん、マイナンバーの時も最初はね、うん、あの、うん、国民の口座は見れるようにはなってなかったんですよ、うん、それがいつの間にかね、次々にその法案がねどさくさまぎれにね、うんうん、国民の要は預金通帳も閲覧できるようにしてたりだとか、うん、そういうことをしてるのでね、よく気をつけてもらって、うん、政治家はね、あの天皇さんは、うん、天皇陛下は政治を利用しないけど、うんうん、政治家は天皇さんを利用しますから ね、うん、ね、これはもう ね長い歴史の中で ね、利用してきてるんでね、うん、ちょっと気をつけてね、見ていただきたいなと思いますね、うん、そうですよね、うん、私自身はあのお気持ち表明を拝見して、うん、なんかやっぱりこう国民のことを思って、うん、その自分がやっぱりそのやっぱり宮中祭祀とかでお祈りをしたりとか、うんうん、まあ、そうい こう行事みたいなのもいっぱいあるわけじゃないですか、うん、でそういうのもさることながら、うん、あの自分がやっぱり出かけていく、うん、そこに足を運んでいくっていうことをものすごく大切に考えていらっしゃるからこそのお気持ち表明になったんじゃないかなって私は単純に思って、うんうん、例えばそのずっと待ってて宮中の中ですることだけやっとくとか、うん、あの来られた方実際にその誰かに
猫を会われるっていうのは年に、まあ、100回ぐらいはあるそうなんですね。でそういう誰かがこう来られて会って晩餐の日本にこうお招きするとかそれだけをメインに考えるのであれば別にまだ健康だしそういうことってあんまり考えなくてもいいのかなって思うんですよね。だけれども実際にその天皇陛下がやっぱり地方への訪問っていうのを年に約246回とか福祉施設などの訪問が172回で被災地へのお見舞いなどに15回1年間に行かれてるっていうのがすごいですね。あってそうなんですよっていうのを聞くとやっぱりこういうことをすごく大切にされているからこそやっぱり高齢になっていろいろそういうことに行けないっていうのがお心苦しいというか大切に考えていらっしゃるからこそ行けない自分がっていうのがお気持ちとしてあるのかなと私は思ったんですけれども天皇陛下のお仕事って主にヨナミネディどういったことをされてるんですか？そうですね、その多分皆さんが想像するのは、多分陛下はその外国の方と国賓の方と会われるとか、地方に行かれるとかっていうふうに思うかもしれないんですけど、もう天皇陛下がもう天皇である一番の理由は、この祭祀、先ほど申された宮中祭祀で唯一日本人を代表して日本の神々にお祈りすることができる代表として天皇という地位が存在しているんで、もしこのお祈りがやめるともう天皇は天皇である意味がなくなるんですよ。これが一番大事なこの正式なこの1年間の年間行事、陛下のお仕事の一番トップに来ているのがやっぱり宮中祭祀なんですよ。なのでこの祭祀がやはりこの僕が思うにはこの祭祀ができなくなったらもうこれは一番問題であることなので、確かにさっきもこのお気持ちを表明されたことで陛下はもちろん祭祀も大事なんだけど、でも私としてはこういう地方に行かれたり国民と接することも天皇のお仕事だから、私はそれも含めて天皇のお仕事が続けられなくなるのはやっぱり難しいっていう風な表明をされたんだと僕は思うので、それももちろんそうなんですけど、やはりこの祭祀っていうことがあるっていうことをもっとそのなんだろう、みんながその知らないといけないなと思って、知らない人多いでしょうね。そうですね。一番実は天皇陛下のお仕事で大事なことはこの祭祀なので、この祭祀を中心にいろんなのが決まってるっていうことをもっとね、その分からないといけないのかなというふうに思って、そうですよね。実際にその祭祀ってね、さっき D も言ったんですけど、その1年の最初の儀式として行われる四方拝が、大晦日からあるのかな、大晦日にあって、お正月の、お正月の朝早朝かな、4時とかですね、にされるということなんですが、これはもう歴代天皇のみが行うということで、もう代理の方ではできないっていうあれなんですよね。っていうことは、その摂政とかいう言葉もお気持ちの中に出てきたんですけど、摂政ではこの四方拝はできないということですよね。だから、こういったところも含めて、やっぱり早めに自分が対応することで、こういったものを滞りなく進めたいっていうやっぱりお気持ちがあってのことっていうことですよ。ね、ちなみにね、ヨナミネ D はまだお若いと思うんですけれども、いくつですか？23ですね。23、ちょうど10 違うんだ、衝撃だな。俺は年言いたくなくなった。ね、やっぱり私の感覚というか、これはうがった見方ではあるんだけれども、やっぱり20代とか10代の人って、あんまりこういう天皇陛下とか皇室っていうことに関して、そんなにこう詳しくないというか、あんまり今日、だって私もね、やっぱり30代。でそんなに正直こういう生前退位のお話が出るとかじゃなければ、そんなにじゃあ皇室はとか、じゃあ天皇ってっていうことについてあんまり考えたことってなかったんですね。ただやっぱり行事というか節目節目に出てこられた時に、やっぱりこうオーラって言ったらもう言葉が軽々しいんだけれども、やっぱり神々しいじゃないですか。でそういうのを拝見して、やっぱりこういう方がね、日本の国を守ってくださってるんだなっていうのは思うんだけれども、そんなにね D ほどいろいろ詳しく勉強したいって思ったことないんだけど、なんでそういうふうに思えるようになったの？実はきっかけがあって、よく天皇陛下とかが地方行かれた時に、なんかみんなが旗振って迎えるじゃないですか、あれ捧迎って言うんですけど、一度僕それ友達に誘われて一度やってみないかっていうふうに、ボランティアなんですけど、あれで僕それに参加して、
めて聞いた、はい、ね、沖縄で、うん、あの天皇陛下が一番大事なのが祭祀って言ったじゃないですか、うん、2番目に大事なのが行幸啓って言って、うんうんうん、三大行幸啓っていうのがあるんですよ、うんうん、あの全国植樹祭、うん、全国豊かな海づくり大会、国民体育大会ので地方をあの行かれること、天皇皇后両陛下が共に行かれることを行幸啓って言うんですけども、うんうん、この行幸啓ので沖縄がですね全国豊かな海づくり大会の開催地になったことがあって、うん、で、あ、どうせ沖縄出身だったらせっかくだからどうっていうふうに誘われたんですよ。でその時に、まあ、最初はまあ単純にまあちょっと面白そうかなぐらいで参加したんですけど、うんうんうん、やっていくうちにまず勉強したんですよ、勉強会みたいなので、うん、でそこでまず天皇陛下、今の天皇陛下がすごい沖縄のことを思ってるってことを知って、これはもう本当に全く知らなくて、 どちらかというと僕はあのね、多分沖縄の人もそういう方多いと思うんですけど、あんまり皇室に対していい印象がなかったんですよ。特になんでその、あの愛子様に対してその様をつけるんだみたいな感じで思ったこととかもあったんですよ。だけどやっぱりそれは自分がそのいろんなね偏ったというか一方向してしか情報がなくて、で勉強するにつれて、あ、こういう風なんだって、それこそ日本の歴史とかいろんなものを勉強するしないといけなくなるんです。結局皇室のことを勉強するということは日本の歴史なので、でそれで、あ、これが日本人における天皇なんだっていうふうに思って勉強するようになったんですよ、自分で関心を持って。でそこから今の天皇陛下が沖縄のことを思ってくださってるとか、で昭和天皇はどうだったとかっていうふうなのを勉強していくにつれて、どんどん皇室に対して関心が湧いていったっていうふうな感じになりますね。いや本当素晴らしい意見で、はい、なんかあの前回もちょっとね別の番組でそういう思いをちらっと伺った時に、はい、いや本当にね、あのブルガリさんもおっしゃってるんだけれども、うん、本当に若いのに、はい、やっぱりそうやって考えられるってすごいなってもう純粋に思って、うんうん、まあ、今回この特集を組むにあたってね、うん、もうキャプテンからもうぜひ、うん、もう与那峰くんなくして、もう与那峰くんなくしてこの特集は成り立たないと、そうです、ね、はい、いうことで、うん、もう本当にね、お願いをしたわけなんですが、はい、うんうん、やっぱりそのどうしてもその皇室と、はい、考えた時に、うん、じゃあって言って結局この戦争と絡めて問題になったりとかっていうことになってくると思うんですね、はい、であの君が代の問題なんかもあるわけで、はいはい、あの君が代を歌うとか歌わないとかっていうのがあって、うん、要はその君が代の君っていうのが、うん、あの天皇を称えるとか崇拝するようなっていうふうなことにつながってるんじゃないかという議論があるわけなんですが、これに関してはキャプテンはどう考えていらっしゃいますか？あの小学校の時にね、うんうん、その学校の教師たちが、うん、君が代を歌わないようにしましょうみたいなね、うん、動きがあったんですよ、はいはいはい、でなぜか、まあ、子供ですから、うん、まあ、影響されますわね、うん、だから小学校の時は歌わなかったですね、うん、で、まあ、中学校高校と、まあ、進むにつれてね、うん、いろいろ勉強させていただいたりだとか、うん、まあ、実際にあの僕が、高校ぐらいの時にちょうど紀子様ブームでね、うん、結婚され ご成婚されて、うん、柏神宮、奈良の柏神宮に、うんうんうん、あの参拝に来られた時に、はいはい、まあ、近鉄電車が、はいはい、まあ、ちょうど学校の前に通ってるので、はいはい、そこの駅を通られて、うん、まあ、秋篠宮とね、うんうん、紀子さんと行かれて、うんうん、まあ、それ見た時にね、やっぱりあの先ほど吉江さんが言ったみたいに、うん、やっぱあの孤高の人というんですかね、うんうん、やっぱりあのオーラがね違いましてね、やっぱり僕もそこから勉強しだしたっていうのが、うん、まあ本音というか事実ですね、うんうんうん、あの、うん、君が思いっきりかかってますけど、そうそうそう、ありがとう、古い感じ、ね、古い感じで、ね、はいはい、まあ、ただね今回のね、うん、まあ、2つあると思うんですよ、うんうん、1つはあの皆さんご存知か、まあ、あの D なんかはもう年齢が若いですから、うん、あれなんですけど、うん、僕はあの昭和天皇の大喪の礼といってね、うん、あの崩御された時、はいはい、崩御っていうのは、まあ、亡くなられた時にね、はいはい、その時にお葬式みたいなのを、はいはい、まあ、一般でいうお葬式みたいなのをしたんですけど、はいはい、そら、もうその日は学校休みになりますし、はいはい、まあ、会社もそうですし、はい、日本経済も結構混乱したんですよ、はいはい、株価が下がったりだとか、はいはい、で、まあ、そのことを、はい、まあ、懸念されてると、ね、まあ、はいはい、いうことと、はい、あと もう一つ、はい、要は皇太今の皇太子さんがもう50代後半なんですよ、はい、これが例えば今の平成の天皇さんね、はいはい、今の天皇陛下さんが、はい、例えば前の天皇さんみたいに、はい、昭和天皇みたいに90歳ぐらいまで生きた時に、はい、こうあの、まあ、要は継承した時に70代でしょ、うん、70代やったら、ね、はい、今の皇太子さんも
極端な話、生きてるかどうかとか、まあ、ご存命かどうかっていうのもね、うん、まあまあ、体も、ね、はい、まあ、70代って言ったらもう今の、天皇陛下とあんまり変わらない、ようになってしまうんで、天皇陛下になる方がもう非常に激務であるわけですから、要は古い歴史のまあ伝統行事もやりながら、今現代のその要は震災があれば飛んでいかれますし、いろんな施設だとかの訪問とかが200件以上あるわけですから、やっぱりしんどくなるだろうということを懸念して、まあ考えておられるということですね。あとやっぱりさっき言ったあの体操の例とかいうのはやっぱお金がかかります、うんうん、だからそういう、まあ、あの税金でね、はい、するわけですから、はい、まあ、そういうのも無駄遣いしたくないということも、はい、あられるんじゃないかなと、うん、それが一つの原因じゃないか、うん、まあ、大きな原因じゃないかなと、お言葉の中で、うん、その代替わりの時にいろいろ手続きを踏んだりとか、いろんな行事をしないといけないの で、 そ、 うで、それが、ね、はい、重なるっていうふうに、要するに体操の例とあと大嘗祭とか重なる、その重なるのを避けるっていうニュアンスのことも言ってた、ね、言葉で、はい、述べられたので、だからそこら辺も踏まえて、やはりもう今の天皇陛下らしくその社会を気遣った言葉なのかなと。うん、そうですよね。僕ね、一つ言いたいよね、政治家がね、うん、とか宮内庁のね、うん、まあ、官僚は何してんねんっていう話なんですよ。天皇陛下にそれを言わせて、またそれをだ、ね、おんぶに抱っこで、ね、なんか憲法改正しようなんていうのはね、もうナンセンスでね、はっきり言うて、これ、ね、こういうことになることは予測できたわけですよ、10年前とか、ね、もっと15年前に、はい、そっからね、ちゃんと政治家が憲法その改正に向けてやっていけばよかったわけですよ。ね、今から、うん、今日今回ね、そのお言葉をおっしゃいましたけど、うん、ここからまだ 2,3 年議論されるわけなんです。そうですよね。ほんならね、あの、うん、今の天皇陛下さんもね、うん、もしかしたら突然ね、うん、体調崩されるっていうこともあるかもわからないですし、まあ、今回だけのことじゃなくて、うん、今の皇太子さんが天皇陛下になられた時とかね、うん、もうこ、まあ、愛子様かね、うん、今秋篠宮の長男さんがですね、うん、いると思うんですけど、その方のためにもね、うん、早くね、うん、今頃言ってること自体がおかしな話なんですよね。だから政治家っていうのは政治家が多くてね、うん、要は日本の未来ね、うん、皇室の未来とかを考えてるやつは一人もいてなくて、うん、次の選挙のことばっかり考えとるからね、こういうことになるんやなと思ってね、うん、まあ、政治家そういうことやったら、ね、あんだけの人数をってね、こうやって後手後手に回るんやったら半分で結構ですよ。確かに、はいはい、そうですよね、はい、まあ、先ほどキャプテンからもその体操の例の話とかですね、うん、社会自体がその亡くなった時、崩御された時にやっぱり停滞をされたということでお話あったんですが、うんうんうん、またそれに関してはですね、その、天皇陛下自身が400年ぶりに火葬されることをご希望ということで、うん、まあ、このこともですね、はい、後ほど含めてちょっとお話をいろいろねしていきたいと思うんですが、うんうん、まずはその君が代については、じゃあ、うん、D は、与那嶺 D はどういうふうに考えていらっしゃいますか？はい、そうですね、そのキャプテンと同じで、実は僕も小学校の時に、うん、音楽の授業でなんか先生が黒板にその君が代の意味を教えるっていうふうに書いたんですけど、うんうん、結局その僕はっきり内容覚えてなかったんですけど、一番最後に結局天皇天皇で天皇を支える歌なんだよみたいなことを聞かされて、小学生だから僕は分からないんで、あ、そっかと思って、あの歌わないのが正しいんだって解釈をしちゃったんですよ。なるほど。僕は、はい、でそれ以降、例えばあの君が代を歌ってるシーンとか見て、こいつら意味分かってんのかなみたいな感じで、やっぱりそう偏った見方になるんですよ。でそれこそ僕も大学生ぐらいになった時に、自分で勉強した時に、そのもともとはあの万葉集かな、古今和歌集でしたっけ、の中にある我が君や千代に八千代にさざれしの岩尾となりて苔の娘でっていう和歌から元にとってて、もともとこの君っていうのは自分の大切な人を当てはめて歌ってたみたいで、それが明治時代でしたっけにメロディーがついて国歌としてなったっていうだけの話であって、でなので別に天皇陛下だけを支えるっていうようなニュアンスではなくて、単純にその日本とかこの大事な人がずっと続いてほしいっていうニュアンスっていうのが正しい意味なので、それを考えると別に
別にそれで歌わないっていうのはどうかなって、これも結局あの戦時中にその意味合いがつけられてそういうふうに利用されただけの話であって、うん、本質的な意味を探ると別に君が代に対してそのいやあのなんていうんだ抵抗することはないのかなと僕は思っておりますね、うんうん、そうですよね、はい、その私がちょうど小学生の、卒業式の時ぐらいがそのこう話題がだん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 出だした頃で、うんうん、であの卒業式の時に起立をさせなかったっていうことで、うん学校側と揉めた先生が自殺をされたりっていうことがあったんですね。で、うんそういうことがあったりして、私はただうちのその私が住んでる地域では、うん、やっぱりもう君が代はみんなできちんと歌いましょうっていうあれだったので、うん、まあ何の疑いもなく、うん、歌っていたわけなんですが、うん、その靖国神社の参拝とかにしても、うん、この君が代をね歌うっていうことに関しても、うん、なんかその、まあ、日本のその日の丸にしても、うん、なんかそのいつもその戦争と、うん、こう結びつけられてしまって、うん、で歌わないようにもうなんかこう極論というか、うん、だから天皇陛下を称える歌だから歌っちゃダメとか、うん、なんかそういうふうに言われるんだけれども、うん、さっきまさにおっしゃったんですけど、うん、ルーツはその平安時代の和歌で、うん、家族のまあ長寿を歌う、うん、祝う歌とかね、うんうんまあ、ラブソングだったんじゃないかっていうような意見もあるぐらいそういうふうに身近な人の、うん、に向けた歌だったんですよね、うん、で、まあ、いろんな解釈がされてるけれども、うん、その曲がそのドイツの人が作曲をしたことで皇帝主義な人なので、はい、そういうところでなんかその天皇がっていうなんか解釈をされてる人もいるみたいで、うん、インターネット調べると本当にいろいろ出てくるんですね、うんうんうん、だけれども私もその日本人ぐらいじゃないかなと思うんですよ。国歌を堂々と歌わない国っていうか、そうですね、はい、ね、あの他の国は銃を持てとかね、なんとかとかいう国は多い中、はい、そのね、千年も万年もこの国が、うん、あのみんなの結束をして団結をして豊かに栄えますようにっていう歌を、うん、なんでこんなにこう歌わないのかなっていうのを私意見として思ったんですけれども、まあ世の中のね、僕いつも言いますけど 90% 以上がねこの世の中で起こってることね、間違いなんですよ。だからあの要はそういうまあちゃんと正しいことも何か湾曲になったりね、あの横やり入れられたり、まあ在日の方もこちらにいらっしゃるので、まあそういう方からの話とかね、やっぱりまああったんじゃなかろうかなと僕の推測ですよ、あくまでね。やっぱりいろんな方いらっしゃいますから、で人の噂っていうのはね千里、歩くって言われてますから、まあ、そういうのが何かちょっと偏った考えで、まあ回ってしまってっていうことよくあるじゃないですか、都市伝説とか、例えば、ね、よく、うん、あのいろいろ食べ合わせはまあどうか分かりませんけど、あんまりそんなことをなんでとそういう風になったんやっていうことあるでしょ、ね、でテレビが解明してね、はい、そうやったんやとかいうことがあるじゃないですか、はいはい、ああいうのはもう得てしてそういうことでね、はい、そうですよね。ザキヤマ君は、出身が東北の方、あ、新潟です。新潟ですよね、はい、どうでした、歌ってました、君が代は。普通に歌ってますよ、なんで政治家多いですもん、うん、あ、そうか、あの政治家とか大臣出てるのは新潟富山多いから、そっか、あっちの北陸方面とか歌ってるとこ多いですよ、あのね関西とか多いんですよ、いや、なぜかというと在日韓国人が一番多いんで、で僕ちょっと思ってるんですよ、まあね、在日の方には申し訳ないですけど、あのもう地域性は出てますよ、関西では歌わんとこ多かったですよ、確実に。だから沖縄なんか特に濃いと思いますよ、歌わないところ、はい、流すだけで、うん、そもそも沖縄、そうそうそう、僕の友人から聞いた話なんですけど、僕の友人がその自衛隊に入った時に歌うじゃないですか、で、なんで君歌えないのって聞かれて、沖縄出身ですって言って、あ、じゃあ仕方ないねっていうふうに言われたって話を聞いたんですよ、なので多分もう全国からしても沖縄は歌わない地域っていうふうに見られてるのかなと、多分そもそもですけど歌えないここも多いんじゃないのかなって、ね、1972年までアメリカだったわけですから、はい、ね、まあ、知らない人も多いし、うん、それ以降に生まれた方っていうのはねあれですけど、まあ、それより以前の方はね、君が代なんて、ね、どっちかというと敵対って言ったらおかしいですけど、そうですよね、あったかも分かりませんね、まあ、本当にまあそういうふうにいろいろとね、君が代に至るまでちょっといろいろ議論してきたわけなんですが、まあ、本当にそのお気持ちね表明された中で、まあご高齢っていうことがね出てきて、でやっぱり経済の停滞とか、まあそういった次の世代に自分の後をね歩む皇族のためにもなるべくあの生前退位をっていうことだとね思うんですが、じゃあこれに関してその与那嶺 D はどう思われますか、生前退位、これはやっぱりこうお気持ちを理解してっていう形が、うん、なんですけど、
さっき言ったように、うん、やっぱり一番大事なのが祭祀なので、うん、もし陛下が祭祀もできないぐらいそのもうなんていうの難しい状況になったらそれもちゃんと含ませた感じでできるような形で議論するのは大事なことかなっていうふうに一番は思いますね、うんはい、難しいと一番はそこかなっていうふうに僕の意見としては、うんうんうん、なのでただ単純にもうご高齢だからとかそういう簡単な理由とかではなくて、うん、きちんと何が大事なのかとかそういうものを踏まえた上でじゃあこういうふうにしようかっていう例えば含みを持たせたものに皇室典範変えるだとかそういうふうな形でやった方がいいのかなと、うん、ただできるところまではやっぱりギリギリは保つっていうふうなやり方も大事じゃないかなと思いますね、うんうんうん、なるほどなるほどキャプテンは僕はまあ、与那嶺君と似てるんだけど、うんうんまあ、天皇さんのお仕事っていうのはお祈りだから、うん、お祈りは亡くなるまでやられたらいいと思うんですよ、うん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 、そのねあの仕事を分配するじゃないですけど、うんうん、摂政というね、うん位を作って、まあ、これ一つの提案ですけど、うんうん、で皇太子さんがすると、うんまあ、要は天皇さんの、まあ、さっき言った訪問だとか、うんうん、そういう体力的に大変なことをして、まあ、要は仕事の分担ですよね、うん、今結局分業制でしょ、うん、野球でも何でも分業制になってきてるわけですから、うんまあ、皇室もお仕事を分業していくという形ね、うん、でそこでまあ削った方がいい、うん、仕事があるんであれば削ったらいいし、うん、皇室の方もたくさん人数おられるわけですから、うんまあ、いろいろ仕事を分配して分け合ってやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、ただ一つ問題なのはね、うん、警備なんですよ、うん、ね僕が見た時に天皇さんとか皇太子さんとかの警備ってすごいんですけど、うんすごいですね、次期天皇なので、はい、明智宮さんぐらいになると、うん、もう警備が手薄なんですよ結構、大丈夫なんかっていうぐらい手薄なんですよ、ってなると今度お仕事をこう分けた時にね、うん、まあどういうふうにまた警備していくかと、うんまあ、そういう細かいところもあるんで、うんうん、そこら辺を議論するのに 2,3 年5年かかるんちゃうかって言われてることは分かるんですよ、うんうん、だからなんで政治家もっと前にやっとかへんかったんやっていう話なんですよ、うんうん、後手になっとんのやっていう話なんでね、うん、なるほどそうですよね、うんうん、さあということでいろいろとねお話を伺っていったな、ですけれども、うんここで、一旦 CM 挟みますか、はい、はい、じゃあちょっと一旦ここで CM 挟みます。すごいな、まあ、そこら辺の新聞記者よりか分かる自信はない、うん、いやもう全然分かってるよ、D があの新聞したらいいんだよ。いやでももともと記者に興味あったんで、うん、そうやろうな。いやでも君が代についてはねちょっと曲がった考え方っていうのは僕らの親世代ぐらいの人たちはあったんですよ、うん、やっぱりね、はい、その平和の国にしようとかね、うん、いうことがあったからね、うん、まあ意見は分かるんやけど君が代をねちょっと変にやるっていうのはおかしいよね、うん、外国の歌は結構勇ましいメロディーとか、ね、そのやれやれ的な感じですけど、うん、そうそう唯一昨日までだけ君がだけわびさびのね、はい、ちょっとゆっくりした感じで、特にそんな攻撃的な意味もなくっていう、ねうん、10秒前です。はい、それわかる。時刻は8時35分を回ったところです。サタデーニュース20、今日の特集は天皇陛下のお気持ち表明についてということで、今日は特別にコメンテーターとして、皇室関係に詳しい与那嶺ディレクターをお迎えして、番組進めているわけなんですけれども、うん、いろいろと君が代についてとかですね、うん、天皇陛下のお気持ちに表明についてということで、うん、いろいろお話を伺っているわけなんですが、どうでしょうか、その私の中で、うん、そのまあね、実際天皇陛下がそういうふうなお気持ちを言われて、うん、じゃあ一番その、ね今後どうなっていくかっていう中で気になるのは、その大喪の礼っていう亡くなられた時に、うん、約もう1年にわたって、うん、まあ、そういう、うん、亡くなった儀式をされるということで、うん、まあ、その間の非常に経済の停滞であるとか、うん、あとね、歩まれる皇族の方のことを思って大変だということでおっしゃってるんですけれども、うん、私もですね、亡くなった時は3歳かなぐらいだったので、うん、あんまりその意識っていうのはないんですけど、うん、ただテレビ番組がもうずっととどのチャンネルを回してもその亡くなった時の報道だったなっていうのはなんとなく覚えているのはあるんですけれども、まあ、これに関してやっぱりそういうふうになるのはっていうことを気にされて、まあ
儀式自体もちょっと変わるのでっていうことで仮装を、うん、天皇陛下はご希望されているということ で、うん、で天皇陛下は皇后様も埋葬一緒に埋葬する合葬の意向を示されているということで、うん、まあ美智子こ様は恐れ多いということで遠慮されているということなんですが、これに関して、まあ、実際に仮装になるともう本当にあの400年ぶりになるということを伺ってるんですが、以前はどういうふうに仮装されてたんですかね。土葬だったわけでしょずっと、はいはい、その前はじゃあやっぱり仮装だったんですかね。どうなんですか ね、はい、私もちょっとこのあたりは詳しくないんですが、やっぱり一緒にそういうふうに同じお墓に入るのってダメなんですか、ね、法律上今法律というか皇室典範上は、うん、あの天皇さんしか入れないんですよ。であのちなみに僕の実家なんですけど、うん、実家も実はそのあ男性 の、 その要は世帯主、うんね、はい、のお墓大きなお墓があって、うん、女子供は別やったんですよ。でこれまあ紐解いていくとね、うん、あの昔、まあ、偉い方というか武士やったりだとか、うん、例えば、まあ、結構なお家柄の人だとかいうところでは結構そういうことがあるみたいで、それをまあそのまま引き継いでるんだとは思うんですけど、うん、まあこれはうちの場合ですよ、うん、うちの場合あの僕の祖母が、うん、実はまあ後を取って女だったんですけど、うん、うちの父親があそんなんかまへんねんルールなんかわしが潰したるって言って、あの今まで男しか入れんかった、まあ、世帯主しか入れんかった、うん、ところにおばあちゃんの骨を入れてるのを僕見たんですよ。ただね、うん、ただ、うん、これは何かは分かりませんが、うん、その、まあ、ここ2年前に、うん、前に道路があって、その田んぼの中にポツンとある墓があったんですよ、うん、それがね拡張工事で立ち退きになりましてね、うん、で江戸時代から続いた、まあ、結構大きな墓やったんですけど、うん、潰さないといけないことになったんですよ、ってなると僕からすればやっぱりね、これは見えないもんだけれども、あの先祖が怒ってるって思う人もいてるかもしれないし、確かに実際ね、それは、うん、そういうのは、で、うん、やっぱり僕としても、うん、どうなんかな、天皇さんというのはすごい歴史があるんで、うん、あのこの間幽霊の話しましたけど、うん、あの別の番組でゲスト行って、はいはい、やっぱりね人の思いとか見たま、まあ、魂っていうのは残るん で、やっぱり何かそういうことをしてたっていうのは意味があったわけですから、うん、それを長年続いてきたやつを変えるっていうね、うん、力とか、まあ、度胸っていうのは非常にどうかなと僕は思っちゃうんです。あ、これはあの反対とか、うん、あの賛成抜きにして、うん、うちの家の場合にはそういうことです。だから僕としては何かここで美智子さんが入る、うん、美智子皇后が入ることになると何か起きへんかなと、今まで天皇家っていうのは何も変なこと起きてないですけ ど、 起きへんかなと思って僕はちょっと危惧しております。なるほど、はいはい。与那嶺 D はどうですか、この件に関して。今の話を聞いて確かにやっぱりあのその祭祀も目に見えないものに対してのお祈りじゃないですか、なのでやっぱりそういうのが否定はできないなっていう風に今の話を聞いて、ね、なのでだからそのやっぱ皇室っていうのは非科学とかそういう部分もあるので、そのやっぱりその今の話を聞いてやっぱりそのなんて言うんだろう、普通にも入れることは簡単じゃないですか、うん、で、まあ、改正すればいいことですし、ただだから何かないかなっていうのも一つ、うん、否定はできないなと。そうそう、で美智子皇后が、うん、あの丁寧にお断りになったっていうのもやっぱり品があるなと、うん、やっぱ思うんです。ただあの天皇陛下の美智子さんと共に、ね、仲良く来たわけやから その思いっていうのは何とかしてやりたいって思うんで、うん、そうですよね、今回の天皇陛下だけ別に墓を作って、うん、で、まあ、お二人が、ね、すごい愛し合った、ね、うん、多分、うん、天皇さんと皇后さんやと思うんですよ、うん、今までの歴代の、まあ、うん、いっぱいいらっしゃるんでね、愛し合っておられたとは思うんですけど、やっぱりいろんな苦難もあっただろうし、うん、改革をされてきてるんで苦労もあったと思うんで、そうですよね、逆にあの、まあ、要は今の天皇陛下を、まあ、要は称える意味で、国民の税金で何か、ね、はい、うん、立てて、うん、お二人だけその天皇のご意向で天皇の墓じゃなくて別の墓で美智子さんと一緒に寝れる、ね、眠っていただけるというようなやつはどうかなと思うんで す、 です、ね、いやこれは勝手に僕が、ね、言うのも失礼な話なんですけれど、僕はそっちの思いも
確かに、うん、大事だと思うんで、うん、そうですよね。それやったら僕なんぼでも税金払う、うん、確かにそうですよね、うん、やっぱり一つその、うん、まあ式儀式の簡略化というか、うん、少しまあ流れが変わるということと、うん、あとは土地のことも陛下は、うん、気にされているということで、うん、大きさもですね、2割ほど小さくなるので、うん、まあ、そういったところも含めて火葬を希望されて、かつ、うん、合葬を希望されているということなんですが、うん、今はそうなんですよ、うん、寄り添うという形で御陵を作るということに、うん、まあ、今はなっているということなんですが、うん、でもなんかまさにキャプテンがね、うん、言われるみたいにそういうふうに思いをね組んで、うん、いやそういう ねこんなまあ、言うてみたらね、皆さんも今おおって言ってもらえたんやったら、こういうことを言う政治家おらんのかと、官僚はおらんのかって思うんです。余計なことも金使ったりね、自分のところにポッポないないするようなね、まあ、市役所の職員なんてついこの間までね、高級クラブでね、まあ、いろんな業者に接待されてね、本当に時代劇出てくる殿みたいな笑い方するんよ。俺一回横になったことあるけど、いやもうあそこのあれがもうやってもらってるああみたいなね。で引退された方も平気で言いますからね、昔は良かったですけどねなんて言って、だからあいつらちょっとね、まあ、全員が全員そうじゃないですけどね、はいはいはい、やっぱりねちょっとあいつらねちょっと舐めてますよ。だからそういうやつに税金を納めるかやったら、今はもう納める気にはなれないですね。履き違えてね、自分のお金とね思ったり、自分のね使える何でもっていう風なちょっとね勘違いされてる方もいらっしゃいますが、本当もぜひですね、天皇陛下のこうなんだろう、もういらっしゃる佇まいだけでこう感動するというか、何かこう思うものがあるじゃないですか。やっぱりね、なんかそういうこうああいうのを身につけていただくようなね政治家の方が増えればいいなというふうに思うんですが、まあ、ちなみにですね、そういうふうな、まあ、合葬とかいう話にちょっと含めてなんですが、現在はですね、4人に既婚女性の4人に1人は旦那さんと同じ墓には入りたくない美智子様が恐れ多いって言ってるのと全然わけが違うんですけれども生前は仲良しであると、そう、生前は仲良しであるけれども、それがね、結婚したらね一緒の墓には入ってやるかという女性が、なんと既婚の女性の中で4人に1人、男性はちなみに10人に1人ということで、そう、なんか私は結婚したら同じお墓に入るものだと思ってたんですけれども、今はなんかいろいろね、それこそ散骨っていうんですか、で海にね、はいはい、お骨をこう巻いたりとか、そういうふうに合葬、なんかいろんなところも一緒にね、はい、埋葬するとかいう形があったり、いろんな形があるそうなんですが、D、お墓にね、結婚したら、これからも D も結婚すると思うんですけど、はいはい、お墓に一緒に入り、たいくない？まあまあ今はそう思いますよ、うん、でもやっぱり何十年と一緒に生活してくれて分かんないですからね。うちの親もなんかしょっちゅうもういやもう永代供養でいいよとかしょっちゅう言ってくるんですけどいやそれもまあねとかって思いながら聞いてるんですけど、やっぱり分かんないですよね、その長い一緒に生活してくると。せめてもう中にはせめて死んだ時ぐらいはもう自由にみたいな考えの方もいるので、なんとも言えないですよね、はい、そうですね。中にはもう本当に今はね、とりあえずもう一緒に暮らしてるだけの同居人だから、もう死んだ後はもう自由にしたいという非常にねシビアな意見もあるんですけど、ザキヤマ君とかどう、このあたり、まあ、結婚ねこれからもうする未来に向けてね、明るい未来が待ってるのに、こういうねお墓は入りたくないと言ってる女性がいることに関して、いやなんか今のただの同居人っていうことはちょっと重いきついですね。結婚って怖いねいやでもうちの親も今、うんうん、その父親の方が千葉の方に単身赴任で新潟にいないんですよ、うん、でその母親と時々会う時、うん、まあ、一緒にいたら離婚してたかもしれないっていう言いますね、うん、まあ、ちょうどよく離れてるからいいってシビアだなそれもさ、虚しいのがさ、D ね、今日の D のザキヤマくんがセレクトしたね、はい、BGM で家族になろうよっていう山田サールの、BGM かかってるんですけど、はい、全然家族崩壊の話ばっかりですね。もういい選曲やな、ザキヤマくん、いい感じ、ね、まあね、今僕もね、先ほど言ったみたいに墓がなくなりましたから、うん、まあ、僕は永代供養、海の散骨がね、うん、沖縄の霊廟というところであるんで、うん、もう生前契約してるんですけれど、うん、まあそれぞれの形やと思うんですよね、うん、やっぱりね、女の人って今、うん、よりねこう実家の方、うん、自分の実家の方の、うん、まあ、父親母親にお世話になってる人っていうのが多くて、うん、でやっぱり不景気ですから、うん、まあ、旦那さんがなかなか稼ぎが
悪いということで同居されたりとかしてる場合も多いらしいですから、やっぱりそういう自分ところの親の方に入りたいっていう人が多いんじゃないですかね。で、まあ、自分の旦那さんの親って親戚、あ、まあ、親戚親っていうのは血が実際につながってない人たちばっかりなんで、そういう人のところになんか紛れて一緒に入るよりも自分の血のつながってるところの、まあ、お墓で入りたいと願うのは、まあ悪くはないと僕は思うんですけどね。そうですね、うん、私はやっぱりもうね離婚した身なんですけど、うん、まあ次結婚カレーにね、そうそうカレーに結婚したんですけど、なんかねお墓、結構大きなことやけどね、そうパッと言うけどねそうそう、でもやっぱりね、あのせっかくだったら私はね同じ墓で、うん、あの最後ね最後まで仲良くこういうふうにこう、うんうんうん、お前と一緒の墓には入りたくないとかね旦那さんから言われて、うんたくはないなと、やっぱりね一緒のお墓に入ろうよっていうなんか古いプロポーズの言葉じゃないんですけどいやね、なんかそういうことじゃないけど、やっぱりそれぐらいあの思い合える人とね、うん、あの結婚できたらいいなと次は、うん、っていう希望僕は祈りますよ、もう祈ってください本当お願いしますもうマジでお願いしますということで、私がマジでお願いしたところで、うん、今日のね特集はそろそろ終わりたいと思うんですけどどんな使命やねんね、今日はあの淀峰ディレクターにあのお越しいただいて、天皇陛下のことね、いろいろと教えていただいたんですけど、最後に何かこう思い残すこととか、これだけはやっぱりあの今聞いてらっしゃる方にこれだけは考えてほしいとか、なんかそういうのがあれば最後に一言いただけますか。そうですね、もう多分ですけども、今の1割もいないんじゃないかなと、皇室にその関心があっていろいろ知ってる方は、なのでまあこういう機会があるんで、もうぜひもう知ってる人とかニュースとか聞いたりとかして、もう分からないは分からないでいいと思うんですよ。なのでもう正直に分からないなら分からないで、いろいろもそのまあ教えるって言ったらちょっと上から目線になっちゃうから嫌なんですけど、まあそのなんて言うんだろう、そのまあ一緒に勉強していこうっていうふうな感じで、もっと関心を持ってたらいいかなっていうふうに思いますね。なるほど、ありがとうございます。今日の、サタデーニュース20特集として、天皇陛下のお気持ち表明についてということで、いろいろとお話伺ってきました。与那嶺ディレクター、いろいろとお話いただいてありがとうございました。本当に勉強になりました。また来てね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続き、56分までいてくれる。あ、わかりました、はいはい、ということで、ありがとうございます。ブルガリさんも吉江さん腐らずに頑張ろうよ。頑張ります励ましの、あのコメントが来ておりますので嬉しいな、ありがとうございます。腐りませんよ、私は。明るいね、希望を胸に今日も頑張ってまいりますよ、はい、なんかから元気なように聞こえてどうもどうもね、調子狂うけどなさあ、ということで、もうね、ブルガリさんに励ましていただいたところで、うん、ニュースの方にね、移っていきたいなと思うんですが、はい、はい、先週がね、お休みだったということで、うん、またあの、お休みの週がね、いろんなことがちょっと大きいビッグトピックスが続いた週だったので、うん、ちょっとこのあたりを56分までさらっとおさらいをしてから、はい、次の1時間というふうにいきたいなと思うんですが、うん、はい、お休みだった週、7月31日から8月の、6日までのニュースですが、まずは千代の富士が、亡くなったということ、うん、あと小池百合子さんが、うん、都知事に当選をされたということ、はい、そして女子マネージャーが甲子園練習参加精神問題、うん、これは時代錯誤なのかということ、うん、あとは子供は宝ということで4億円を寄付した会長がいらっしゃったと、うん、俺にくれじゃあその半分私にくれそしてですね、まあ、駐車場トラブルか、これは結構民事トラブルなんですが、駐車場トラブルから女性を全裸にして脅迫したなどして容疑の男が逮捕ということで、まあ、大体5つぐらいですね、大きい話題、まあ、そしてまあ身近な話題からいろいろと、あったわけなんですが、この中で5つね、ちょっとざっと言ったわけなんですが、与那嶺 D はちょっとせっかくなんで聞いておきましょうか。なんかこう気になるニュースとかありました？この前ニュースで、その、うん、女子マネージャーのキャプテンが話してて、うん、あ、そうだなと思って、うん、なんだろう、そのやっぱりそのなんていうんだろう、野球今は、まあ、女子なんですけど、うんうん、なんだろう、実際甲子園、まあ、女性は女性でその、まあ、うん、なんていうんだろう、高校野球みたいなあっても、まあ、いいかなとは思うんですけど、うん、はい、うん、ただそのなんていうんだろう、まあ、男女一緒にっていうのはそれはでもやっぱ違うかなと、うん、そのやっぱり力の差は高校生ぐらいから出てきて、それこそ男女一緒にやってる競技ってあんまりないんじゃないかな、まあ、テニスのダブルスとかぐらいよね、はい、とかバドミントンぐらいかなと思って、バドミントンとかね、はい、うんうんうん、っ
ってことを考えると今ある甲子園に女子を認めるっていうのはまたそれは違う話かなっていうふうに。そうですよね、はい、うん、私もなんかこのニュースに関してはその時代錯誤とか言うけれども、うん、例えばその相撲が、うん、ね、あの言ったら裸に回しなわけじゃないですか、うん、じゃ あ, あれがね公然わいせつ罪だって言ったりとかね、うん、あの曲げじゃあ、うん、あの曲げだって言ったらじゃあ髪の毛下ろしてもいいじゃないですかっていうね、はいはい、言ってるような話をしてるようにしか思えないんですよ、うんうん、私は。だからもうあのダメなものはダメだし、そういうスポーツとして今までやってきたわけで、うんうん、もうそれならそれでいいじゃないですか、ダメ で,、うんうん、でしかもいろいろコメントしてる人がそのあの有識者みたいな人で、はい、別にその野球経験者じゃない人だっていろいろと言ってるわけ で, で、うんうん、だからその経験者でもない人が、うん、なんかあの時代錯誤だとか女子がダメとかって、うん、まあ、実際に分からんやろって入ったことないっていう話でしかないんですよね。だから僕あんな一回そういうこと うん、やってね、そんなこと言うやつおったらね、うんうん、あの女性蔑視みたいな女の人入ってもらって、うん、頭にボール当たったらいいんちゃう、うん、分かるよ、ね、うん、そうですよね、一番分かるよ、あれ死ぬからね、確かに、うん、あの後頭部当たったし、ね、そう死ぬし骨折するからね、だからそこなんですよ、あのにわかのね、そのなんか知ったかぶったようなね、そういう人たちの意見っていうのもね、またそれを流すでしょ、うん、うっとうしいですね。そうですよね、やっぱり本当に危ないものは危ないわけ で、ね、誰が責任とんねんっていう話になってくるんだよね。そうですよね、あれは結局ずっと一緒に練習してきたからかわいそうだからっていうか、一緒にやってきた仲間だからっていうことで入れてるわけですよね。そうですよ、うん、でもね、例えばあれがね、うん、あの女の子にボールが当たってその子が亡くなったとしましょう、うん、ほんなら高野連が裁判で負けますからね。確かに、あの管理責任とかね、あの注意事項をね、あの怠ったとか言ってね、確かに それこそ何億円という損害賠償を払わされることになるんでね。だから確かにね、安易にね、この別視やとかね、あの男女差別やとか ね、そういうことを言うもんじゃないですよ。そうですよね、うん、あの千代の富士司教に関しては、うん、結構もうテレビでもうまさにこう応援したりとか見てた世代じゃないですか、うん、まあ、そうなんですよ、だから、うん、まあ、強いウルフということでね、うん、あの僕らのヒーローであったわけなんですよ、うん、相撲とかプロレスとか、プロレスやったら猪木とかね、馬場、うん、さんが、うん、で藤波辰巳とかね、うん、まあ、言い出したらきりないんですけど、うん、あのそういうのがヒーローの、まあ、一人 で、うん、で国民栄誉賞を、ね、現役時代に取られているっていうのがやっぱり王さんの次にね、うん、やっぱりすごいなと思ったのと、やっぱりあの引退されてから の、 あの、まあ、親方の衆のあれで、うん、もやっぱり理事長に次期理事長になるべき人やったんですけど、うん、やっぱりあの前九重親方とね、うん、ちょっと あんまり確執が出ちゃったりとかして現役時代は仲良かったらしいんですけど、うん、で、まあ、知事選、まあ、理事選に落ちたりだとか、うん、あのまあ、理事長になれない、うん、でその後輩の八角親方がなってたりとかする、うん、でその前の親方のね、前の前九重親方、今、うん、なんだ北の富士親何やったかな、忘れた親方が、まあ、あの八角さんの方についたりとかして、うん、結構ね、引退してからは不遇やったんですよね、うん、だそれがちょっと残念でね、うん、でもうちょっといつか頑張ってほしいなってちょっと心ね、思ってたんですけど、心に思ってたんですけど、やっぱりね、心労がただったのがね、まあ、亡くなられたと聞いた時にはちょっとショックでしたね、そういう意味でね。61歳ということで、うん、まだまだねこれからっていう年齢な気はするんですけど、結構ね、活躍された方っていうのは、うん、一人親方っていうことで、八角とか九重とかの親方株を買わなくても、あの要は千代の富士親方っていうことも言えたんですよ。北の海さんがそうでしょ、うん、北の海親方とか言って、うん、んでそれぐらいの、まあ、打診はあったんですけど断られて、うん、まあ、最初は、神幕親方ですかね、うん、でそこから、まあ、九重さんを、うん、まあ、襲名というか、うん、継承されたわけなんですけ ど、 なるほどです、ね、やっぱりそういう、ね、ところももうちょっと、ね、相撲協会とか、ね、まあ、もっとバックアップする人が、うん、うん、言ってくれたらよかったなと思います、ね、うん、そうですね、うん、さあということでまたこの後ですね9時からは、うん、引き続き先週7月31日から8月7日まで6日までのニュースを振り返っていきたいと思います。この後一旦 CM 挟みまして9時からまたサタデーナイ、ナイトサタデーニュース20はスタート、サタデーナイトフィーバーがスタートしますよフィーバーがスタートしますのでこの後も皆さんぜひフィーバーして、引き続きお付き合いいただきたいと思いますちょっと待っててね、絶対サタデーナイトの前からもう俺フィーバーって言っちゃおうかなありがとう、お疲れ様です。10時から、はい、10時からお願いします。準備してきます。はい、
どうしようか、どうしよう、一回切った方がいいです、それとも続けて、でも続けていいです、続けて、ね、あの、あゆみちゃん来たら、はい、給シート渡して、で、50分過ぎからもうここら辺に入ってきてもらって、でそのまま引き継いで、あ、なるほど、今日のマカ状況はどんなやつですか、なるほど、わかりました、はい、来たらちょっと打ち合わせしてください、お願いします、あの、今日のマカ状況はまた、あの弟に、まあ、僕ちょっと多忙なんでね、そっか、はい、弟に、キャプテンの弟に、そう、マイメキングに任せようかなと思ってるんですけど、ね、はい、了解です、はい、今日今ちょうどあの那覇空港にマイメキングが今着いたっていう着いた頃、はい、情報が入ってきました、入ってきましたマイメキング今向かってます、そうそうそう、向かってるということでね、まだ上品に間に合うようによかったよかった、やっぱり40分ぐらい撮ってて、これ何なの、ビンゴの間、私も分かんない、これ何なの、これ何なの、いや最近よく、あ、出てくるの、出てくるんですけど、最近できたんですかね、何だろうか、それってそのビンゴの間っていうのは何なんですかね、その、当たってる時かな、言ってることが当たってる時、当たってる時、他の番組でも出てくるの、出てきます、最近よく使われます、何だろう、いろいろこう周りの人たちがこれでなんか合図してるんだね、何だろう、すごいね、いろんな、うん、さっき何名ぐらいいたんやろね、聞いててくれた人はトータル、うん、今6人だね、うんうん、トータルはどこに出てきて、あ、こっちか、何人ぐらいいたかったんや、ちゃんと見てなかったんや、いや、これは出入りした人だったんや、うんうん、こっちの左があれやね、あ、うん、こっちはね、だいたい6人から7人とか8人ぐらいうろうろしたり感じだったね、じゃあこの後は、10分までが前半のニュース、一旦終了した、前週の出来事ね、どうぞライブ開始します、はい、そうですね、ブルガリさんもね、俺は逮捕より中間の方が自分の中でヒーローだったと、都知事選もパッとしない、選挙戦だったし、わけのわからんおばん、俺と一緒のこと言って知事に決まったからこれからどうなるんやろうね、まあ、普通はそう思いますよ、ね、まあ、もうあと1分、すぐ1分前、ね、あっという間に、ゆっくり話せるね、みんなの意見が ね、やっぱ2時間が一番やね、1時間だとちょっとやっぱ、ね、そうやっぱ早くなっちゃうから、ね、これもになるけどね、いいね、ゆっくり聞けて、じゃあの次は、ニュース3本振り返り、小池さんと、4億円とトラフルからの、振り返りが約10分です、9時10分ぐらいまでこの話題でいきます、はい、でその後、週明けのニュースいきます、じゃあザッキー振るね、小池さん都知事の、分かりました、ね、あ、ちょっとじゃあ最初ジングルかけます、お願いします、サタデーナイトフィーバー、ハッスルハッスルあの良い子の浜口なんかな、マッスルマッスルマッスルマッサルマッサル、FM 宜野湾お聞きの皆さん、こんばんは。サタデーニュース20のお時間、後半戦となりました、先ほど私がサタデーナイトフィーバー間違えそうになりましたので、ブルガリさん早速ハッスルしようぜといただいてますが、これからの1時間ぜひハッスルして皆さん楽しくお付き合いいただきたいと思います、よろしくお願いします。この後9時56分まで、生放送でお届けしていきます、はい、今日コメンテーター改めてご紹介します、キャプテンです、どうもどうもよろしくお願いします、そしてザキヤマ D です、よろしくお願いします、ザキヤマ君はねおしゃれパーマをかけてね、キャプテンも、おしゃれ坊主になって二人ともなんか髪型がねリニューアル、僕の弟はおしゃれマスクしてますよねメキシコのそうそうそう、僕の弟はね次の時間に登場らしいです ね、楽しみに聞いていただきたいと思うんですが、はい、さあ、前週お休みでしたので7月31日から8月7日までちょっと気になるニュースを、振り返っていたんですが、引き続きですね小池氏が
か都知事に当選したということと、あとは子供は宝ということで4億円を寄付した会長さんがいらっしゃると。そして駐車場トラブルから女性を全裸にして脅迫したなどの容疑の男を逮捕したと。この3つの話題からまずは振り返っていきたいと思います、はい、さあこの3つの話題なんですが、私はやっぱりね、同じ女性として、まあ、小池さんがどう采配を、ね、していくのかというので、小池都知事当選、これが結構ね気になるなと思うんですが、ザキヤマくんとかこれどう？なんかあの候補者とか見てても、ね、鳥越さんとかが出たりとかして、なんかね結構揉めたというか、いろんな話題が、はい、出てきた都知事選だったんですが、ザキヤマくんはどう見ますこのニュースは？いやなんかまあ結構いろんな人は立候補してましたけど、うん、まあ、あの中だったらっていう感じで決まったのかなっていう雰囲気ありましたね、うんうん、ちょっと確かになんかいろんな対抗軸を作っただの、うん、そういう話もしてましたけども、うん、やっぱりまあ言ってることもまあ小池さんの方がまだ何ですか、自分でも理解できるというか、うん、いう意見が多かったですし、うん、まあ、今ちょっと森さんとちょっと揉めてる、オリンピックに関して揉めてるみたいなこともありますけども、まあ、できればまあうまく付き合っていってほしいっていうのが正直なところですね。なるほど。小池さんね、2003年の第一次小泉内閣で初入閣をして、まあ、環境大臣として改造内閣にも、参加をしていると。そして、女性初の防衛大臣にも就任ということで、まあ、本当にですね、割とこう男バリバリな感じで戦ってね、いるような女性っていうイメージなんですが、キャプテンとかはこれどう見ます？いや別にどこのオーバー半かなと思うぐらいでねいやそもそも政治家がね、うん、まあ、先ほど言ったみたいにあの元首相の森さんとね、うん、オリンピックのあれ委員長ですかね、協会委員長かなんか分からへんけど、あの税金のね使う話で政治家が揉めるっておかしくないですか、うん、あ仲が悪くなるって、あのどっちも歩みの寄るなり話を聞いて、うん、そこの中で、まあ、落としどころって言ったことは悪いですけど、あ一番いい案をね考えていったらいいわけですよ、うん、でただねやっぱり森さんの方の方がやっぱり利権とか自分たちの、まあ、言うてみたら、うん、尊厳というかね、権利とかを、まあ、に固執してるんじゃないかなと、うん、だから揉めるんじゃないですか、うん、まあ、あの小池さんの方はね、まあ、今から削っていったりね、まあ、不正があったやつを直していこうというふうにしていかないといけない立場なので、うん、であの小池さんがいろいろ議会 の, その公明党とかいろいろ行ったでしょ、うん、あの部屋のところに行って握手を、ね、はい、自民党が元おったとこですよ、うんうん、が拒否したりとかね、うん、もうその全くあのどうやってんですかね、利権絡みの連中のやることっていうのはね、うん、もうしょうもないなと思ってね、うんうん、ただ今まで都知事っていうのはあのイメージでの方が多かったでしょ、石原都知事なの、うん、石原都知事っていうのはやっぱりあの太陽の季節というね、うん、作家で、有名になって、弟さんは石原裕次郎さんとかいうことでイメージが良かったですよね。でまあ青島幸男さんも意地悪ばあさんのね人とか、まあそういうイメージ先行の方が多かったと思うんですよね、うん、だからそういう意味ではまあ政治家、元政治家の人で、まあ石原さんもそうやったですけど、あのまああ の, あの方もそうやし、石原さんもそうだったですけど、小池さんもね、うんうん、石原さんもそうだったですけど、次期、まあ、首相じゃないかとか言われてた人ですから、うんうん、一時期ね、まあ、やってくれたらいいなと、うん、いいようにやってくれたらいいなと思うんですけどね。そうですね、うんうん、まあ、あの女性ってこうとかくですね、あの女性がそのトップになると、うん、女性を、ね、周りにこう集めたがったりとか、あのだからこう女性がこう寄ってきたりとかするんですけど、うん、なんかそういうのは、ね、やめてもらいたいなと同じ女性からしたら思うわけ で、まあそうですね、あの、うん、女だからできることっていうか、やっぱり男の人と女の人って違うじゃないですか、うん、であの若い人とお年を召した方が違うように、うん、その男の人と女の人ってやっぱ絶対的に違うものってあるわけで、ね、そこをこうなんだろう、男の人まさりに、例えばその小池さんはあのテロ対策とか、なんかそういう結構ハード面、耐震化とかなんとかっていう、うん、そういうハードなものも打ち出してるんだけれども、うん、どちらかといったらその女性目線の、例えばそのなんだろう、あのまあ、経費の削減、それこそオリンピック急がれるのはやっぱり経費の件だと思うんですけど、うん、そういうのって女性ってこう主婦目線っていうのもあると思う、うん、ただあの方にどれぐらいのその
主婦目線があるのかわからないけれども、一般な、もともとね、常識はないです。アナウンサーっていうか、そういうところから出てこられてるので、うん、まあ、そういうね目線があればいいなということと、あとはその女同士でじゃあって言って、そういうところだけ女を出さないでほしいなっていうところ、適材適所、適材適所ってあると思うので、ここはもうあの男の人が得意だから、ここはうまく任せたいとか、ここは女性が得意だから、ここは女性がっていうふうに、こうしなやかさっていうのを持って、あの都政に取り組んでいただけたらいいんじゃないかなと私は思っておりました、うん、いや、いい意見やと思うよ、うん、僕はもうあのサッチャーさんみたいになってほしいね、うんうんうん、昔のね、だから、まあ、女を捨てるというか、うんうん、まあ、男女関係なく、うん、まあ、性別関係なく政治家として、うん、まあ、実績を残された方っていうのは世界中探して、僕はサッチャーさんしかいけないと思うんですよ、うん、まあ、秋野さんとかもいらっしゃるんですけど、いろいろ他にも立派な方はいらっしゃるんですけど、うん、やっぱりサッチャーさんが、うん、やっぱ一番、まあ、一人じゃないかなと僕は思いますね。そうですね、うん、さあ、どういうね風にこれから都政がね変わっていくのかって、動いていくのかっていうので要注目なんじゃないでしょうか、うん、その他に子ども宝4億円を寄付した方、第一住宅という会社の代表取締役会長の方が4億円を寄付されたということで、あの政府が、まあ、あの主導しているというところで、未来基金、子どもの未来応援基金っていうところに4億円を、寄付をされたということなんですが、日本財団に置く基金として管理をしているということなんですが、まあ、ここで一旦こうお金や寄付をこう受け取って、その後に NPO とか、まあ、そういうふうな草の根で支援を行っているところにお金を渡されるっていうことなんですが、僕あんまりこれねあんまりなんですよ。というのはね、死ぬ死ぬ詐欺ってあってね、うん、あのよく子どもさんが難病でアメリカでしかあの直せないということで募金集めて1億2億とか4億集まったりとかして、で結局集まった後渡米する前にお子さんが亡くなったりだとかして、結局そのお金はその親子がねどこにも寄付せずポッポないないしてたりだとかいうのが何件もあるんですよ。で実際にあのまあアメリカに逆に今度行かれた時に、あの普通はねやっぱりエコノミーとかに座るじゃないですか、みんなからいただいた募金やのに、うんうん、あのね、あの片道50万とか100万するファーストクラスで行ったりとかもするんですよ、だからそういうのも僕いろいろ聞いてるんで、はっきり言うてその NPO 法人とかも、まあ、全てが全てじゃないですけど、やっぱりあの株式会社と比べてね、 NPO 法人っていうのは一番最初に監査は厳しいですけど、あとはあの、うん、役員が変わっても、まあ、言うてみればそこら辺のやつがなってもわからないんですよ。だからあの簡単に交代したり入ってこれたりとかするんで、あんまり僕は信用してないんですよ。で4億円もあるんやったら、もう具体的に自分がお世話になっている地元の施設とかにもう手渡し持っていくとか振り込むとかした方が もう目の前でわかるでしょ。あのさっきみたいなその団体にあったらどこにお金がその4億円が分配されてなんてわからないわけで、あの僕はよくあのなんだユニセフでもそうやけど、普通のユニセフと日本ユニセフってまた全然位が違うからね。普通の 黒柳徹子さん、はい、噛んでしもたけど、徹子さんがやってるユニセフはほんまに世界のユニセフなんで、まあ、募金とかもちゃんとこう分配されてたり、まああのまあ、怪しいことも少ないんですけど、日本ユニセフって結構ねちょっとどす黒いところが、これは言うとあかんのですけどねあるんですよ。だからこれはぶっちゃけた話ね、それはまあ某悪いこと言うたから言えないんですけど、歌手の元歌手のあのえっえっていう人あるやろ、分かった、あの人がやってるんですけど、やっぱりちょっと違うんですよ、うんうん、なるほど、まあ結構グロいところが聞いてるんでね、結構ねあんまりね募金とかも信用してやることないですよ、うん、あのやりたいんやったら自分の知り合いのとこにやったらいいよ、うんうん、そうですね、まあ、よくね調べられてっていうのは大事だと思いますが、うん、まあ、とりあえずやっぱり目がね自分のどういうことをしてるとかね、そういうのが分かるところにした方がいいんじゃないでしょうかというところですよね、その方がいいですよ、うんまあ、そして、駐車場トラブルからっていうことなんですが、うん、自分の駐車場のところに、うん、無断で車を止められたために起こったその駐車場のですね、うん、主が、うん、
交際相手の女性、その男の人が止めてた、男性が止めてたんですが、うん、交際相手の女性と一緒に、謝りに行ったところ、女性を裸にして写真を撮影したということで、逮捕に至っているということで、駐車場トラブルはね、やっぱりいろんなところにありますね。よくありますよ。僕ね、これちょっとおかしいなと思って、詳しく調べたんですけど、実際問題ね、この、まあ、要は やったことはダメですよ、やったことはダメなんだけど、その、まあ、加害者の借りてる駐車場に無断で止めてたみたいなんですよ。でこれってよくあるトラブルで、まあ、言ってみたら、僕も実際にそういうこともあったし、でおそらく1回目じゃないはずなんですよ。なんでって向こうがね、例えばその男の人と女の人がおって、女の人脱げって言われて脱いでるっていうことは、そんなん自分たちが相当悪いことしてないと、そんなことしないでしょ。よう考えてみてください。そんだけ怖い人やったかって、でも男がなんか抑えるじゃないですか。男もそれを許してるっていうことは、まあ要はさせてるということは、おそらく1回目じゃないですよ。何回もそういうトラブルがあって、次やったら知らんぞとか、もう次やったら何でもするなっていうことを言われててやったんやと思うんですよ。そこまで書いて報道せえっていうことなんですよ。確かに、ね、そうですね。ということで、まあ7月31日から8月、6日ですね、お休みだった週の、トピックス5つ紹介をしていきました。CM を挟みまして、この後は8月7日から8月10日、今週の前半のニュースを振り返っていきたいと思います。一旦 CM です。絶対な、1回目でそんなことしてたんだ、ね、それはとんでもないことで、絶対に何回かしてたんだよ。だからそれで、まあ、そういうところにも連れて行って、ついていかなあかん。そんなもんたまやったら、すいませんとか、少しだけやったらな、すいませんでしたって謝ったら、そこまでせえへんって、絶対態度が悪かっただとか、なんか原因があるん、絶対に。そうじゃないとそこまでさせへんでしょ。普通のニュースじゃないですか。そうそう、普通のニュースじゃないから、大概そういう時には加害者、被害者の方も何か責任があったんやんか。例えばヤクザのや、ね、人とか任教会の人とか、ね、上ね、怖い人たちがこう脅したやったら、そうやって書くやんか。確かにね。でも一般人がやって、そういうふうにしてるっていうことはやっぱり、あるんやって。5秒前です。はい。4、3、2、1。時刻は9時13分になりました。サタデーニュース20、今週8月7日から8月10日週の前半のニュースを振り返っていきたいと思います。はい、まずは8月7日のニュースです。東京都杉並区の祭り会場に火炎瓶、祭り会場に火炎瓶のようなものが投げ込まれ、男女15人が怪我をしました。一方、現場のそばの住宅の3階では60代とみられる男が首吊り自殺をしているのが発見されましたということで、ね、夏なのでまさにこういうお祭りシーズンではありますが、まあ、各地いろいろと大きいお祭りはありますが、やっぱりこの男性は住宅、まあ、そばの祭り現場の近くに住宅があったということで、まあ、これ住宅って書いてあるんですけど、自宅なんですよね。要は違うのかな、どうなんですかね。まあ、何にしてもこういうお祭りがうるさいとか、まあ、そういうあれだったんじゃないかなと、テロかなと、私も最初テロかなと思ったんですが、なんか祭りのね、音がうるさいということで、まあね、毎年毎年言ってたらしくて、で、まあ、次は何かしようということもちょっとほのめかしとったということでね、関係者に。でね、僕、まあ、これは僕の勝手な考えかも分かんないですけど、僕も大阪の南でよくある有名な祭りあるでしょ。ありますね、なんとか祭りね。なんだ、出汁をこう、警戒に行くところなんですけど、あそこの地域に一回住んだことあるんですけど、非常に鬱陶しいです、やってない方からすれば。あのね、交通規制は法律上なのかどうか分からないですけど、12時から昼の12時から5時までってなってるんですけど、朝も5時から夜の10時までずっと引っ張り回してるんですよ。で、あの、本来はその地域、ね、その市の、あの、城があるんですけど、そこの地域に、その周辺をぐるぐる回って五穀豊穣を、まあ、願ってやってた祭りが、かっこいいからということで、その周辺の地域全体、まあ、南部の地域全部がやりだしたんですよ。ってなると、にわかのね、要はにわか祭りというかね、真似師の祭りで、もう要はルール無用の、要はどんちゃか騒ぎ、
したりだとか、なんで、まあ、毎晩お酒飲んだりだとか、その祭り毎年1年に一遍やるんですけど、半年ぐらい前からね、寄り合いと称して仕事終わった後にね、あのお酒飲んで夜中までやってるとか、そういうのを聞いてると、あまりね、僕としてもね、この人だけのことを責めれるんかなって、ちょっと正直思うんです。正直うるさかったです。で、交通規制も時間外でも平気でやってます。だから、まあ、その行儀が悪いんですよ、基本。なそれやったらね、どっかの運動場を借りてそこでくるくる回ってたらいいんですよ。は、うん、あのはっきり言ってね、その一般道を封鎖してまでね、でほとんどその地域があの車出入りできなくなるんで、あの仕事やってる人なんかでもそうですし、あのやお休みでどっか遊びに行きたい時でも出れないんですよ、それを平気でやっとるんでね、僕はどうかと思います。この祭りがどうやったかっていうのは分からないけれど、大概そういう出汁を使うとか、まあその地元の毎年やってるような祭りっていうのはちょっと勘違いした人も結構いてると思うんでね。そうですよね。そこに住んでる方への配慮というのもね、また非常にね、あの来てる人は楽しいだけだと思うんですけれども、まあ、近くに住んでる人にしてみたらですね、まあ、1年に1回のこと2回のことかもしれないけれども、やっぱり迷惑なものは迷惑だし、お祭りが終わった後のあのマナーの悪さというか、もうゴミがねすごいんですよ、本当に。そうそうそう、もうあのマナーが本当になってないな。あの辺に住んでる方、お祭り会場の近くに住んでる方もさぞさぞ大変だろうなっていう騒音と、終わった後のあのゴミの散らかりを、ああいうのを見てると、お祭りって本来はその神事というかね、祭り事から始まったわけじゃないですか、五穀豊穣とかね、まあ、そういうのがまあ、派生して、まあ、ただの楽しい一つの年中行事の一つとして、まあ、ワイワイと楽しいだけのお祭りになっているので、まあ、こういうトラブルに、ね、なりやすいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まだまだ、ね、これから近くで花火大会があったりとか、お祭りが、ね、あるような時期ってまだこれから秋に向けてあると思うので、ぜひ、ね、あの聞いていらっしゃる方、あのマナーを守って、ね、楽しく、あのお祭りに行かれる際はですね、行っていただきたいと思います ね、 ちょっと斜め読みみたいになりましたけど ね、はい、ということですね、はい。次が8月8日に、月曜日のニュースですが、イチロー選手史上30人目の3000本安打達成ということで、おめでとうございます。同級生おめでとう、ね、16シーズンでの達成は史上最速ということで、メジャー史上30人目ですが、アメリカ出身以外の選手では4人目の偉業を達成したということで、ね、やっぱりあの日本人ってこう体が小さくってっていうのがどうしてもイメージとしてあって、あの体が、ね、大きいアメリカ の、 あのメジャーリーグっていう場でね、こういう偉業を達成されるっていうのは、もう単純にただただ、そして年齢もね、やっぱり40代を、になってからのこういった、安打の達成ということなので、まあ、単純にすごいなっていうふうに思うんですが、ザキヤマくんとかはね、ニュース、なんかスポーツをね、扱うニュースの番組をやってるんだよね、はい、ギノワンで。どうですか、このニュースは。いや、もう嬉しくてスポに誓いましたよ。いや、なんかザキヤマくんのさ、この火のつけどころが、いまだに俺は分かんないんだけど、すっかり気遅れしちゃうんだけど、いつも。うん、まあでも気持ちは分かりますよ、まあ多分おそらくここ先100年、同じ、まあ、イチローの記録を抜く選手っていうのはもう日本人では出てこないと思います、はい、でここ 2,3 年はねちょっと控えに回ったりだとかしてる時もありますし、打率も3割を切ってることがありますので、まあ、あと何年続けられるか、本人は50歳まで現役を希望していますが、まあどうなのかなと。そうですよね、この日の試合もやっぱり8試合ぶりにスタメンに名を連ねてこの偉業を達成したということで、ここはアメリカねドライなんですよ。あのもしこれが日本やったらね、絶対に出すんですよ。ファンとかが出せ出せってコールが来るんで、でもアメリカっていうのはもう そういう あと1本であってもなんさっと欠場、チームの事情で欠場さすので、ここら辺が日本の野球、プロ野球とメジャーリーグの違いですね。なるほどね。チームも今好調なんで、そうなんですよ。でその外野手もそう結構みんな調子上げてきてる状態だったんで、そうそうそう、若いしね、若いからね、なかなか監督さんもその采配の方がやっぱりどうしても優先になるよ、ね、はい、イチローはちょっと控えてもらってっていう感じになってましたね。なるほどね。あ、そっか、そういう中でのまたね、あの偉業達成
成ということで、うんうん、チームメイト全員とねこうあの喜び合ってっていう姿もね珍しかったですね。あの達成の時はいつも冷静で、うん、あの、うん、泣くことはなかったんですが、今回はやっぱりいろいろ苦労があったりだとか、ね、ここ 2,3 年ねそういうことが大きかったんで、やっと、まあ、認められる数字でしょ、うん、この間の 4200本の、まあ、世界記録と言われ、まあ、準参考記録ね、うん、参考記録として言われてるやつはあまりねアメリカが認めてなかったもんですから、まあ、本当にアメリカに来てメジャーリーグで3000本打つっていうのは、うん、もうこの長いメジャーリーグの歴史の中でまだ30人しか達成してないということでしたから、やっぱり感極まって流れてたのを見て、ね、僕もちょっとジンとしましたけどね。そうですね、うん、涙をね流された方もねファンの方も多いんじゃないでしょうか。イチロー選手これからねますますの活躍ね期待したいと思います ね、 そうですね、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあそして8月9日ですが、これはあの金メダルにね沸きました体操男子団体が金メダルということで、うん、内村航平選手はまた個人でもね金メダル取られましたが、そうです、ね、3大会ぶりの金メダルということで、私正直ね今回のリオオリンピックあんまりあのあんまり正直ちょっとどの競技もちょっとあんまりよく分かんないというか、正直な感想じゃないかな、うん、まあ、あのマスコミの、ね、報道の仕方もそうだし、うん、事前 の、ね、あのこともね、どっちかというとなんかあの4年後の東京オリンピックそうそうそうになんか向けてるような気がして、ね、うん、ならんのですけど、ね、そうなんですよ、うん、で特に今回はその、まあ、野球選手の、まあ、賭博の問題とか、まあ、ドラッグの問題があったりとか、バドミントン選手も違法のね、あのカジノとか、そういうこうスポーツ選手のもありましたし、加えてそう、あのオリンピックの、東京オリンピックの時のそのお金のごたごたがあって、どうしてもね、そのお金とか、そういうこう違反、違法とか、そのスポーツ、お金っていうことが、どうしても私の中であの引っかかってというか、もう爽やかじゃなくなってしまって、あんまりリオは正直言って力が入ってなくて。ただね、リオはね、開会式今までの北京とかと比べてすごい節約して3億円しかかかってないんですよ。そやのにあんだけ華やかにね、全然他のオリンピックと引け取らなかったでしょ、うん、他のとこなんて100億とか、なんか100億、中国とか中国と100億とかそんなんやからね、まあ、あれもね公開して何の計算かわからないんで、うん、一概には言えないんですけど、うん、まあいいオリンピックやと思いますけどね、うん、オリンピック的にはただなんかちょっとね、うん、そういうのは日本の方であったのでね、暗いニュースが多かったんでね、うん、ちょっとみんな、うん、あんまり気遅れしちゃってるよね。そうですね、うん、まあ、あのいろいろとまだね柔道がメダルを取ったりとか水泳が ね取ったりということで、ね、あの強いですね、なのでね盛り上がってますので、まあ、あのトータルね、まあ、メダルの数だけではないんですが、うん、まあ、どういったねオリンピックになるのか最後までね応援したい方はやっぱりしていただきたいと思いますね、うん、他人事やなニュース番組やってるのにということでございました、うんうんうん、で8月10日水曜日のニュースですが、大分県警隠しカメラ設置、批判高まる市民のプライバシーはというニュース、これ結構気になるんですが、うん、大分県警が参議院選挙の候補者を支援する団体の敷地内に無断でビデオカメラを設置していたことが分かり、市民のプライバシーを侵害しかねない問題だと批判が高まっているということです。ちなみにこのビデオカメラですが、人の顔や車まで判別できる高性能なものだったということでニュースになっておりました。なんかここまですると住居侵入罪とかになると思うんですけど、うん、まあ違法ですよね、普通捕まんないんですかこれやった警察、あの警察、まあ、要はね、うん、あの起訴するのも、まあ、犯罪が起きました、起訴するのも検察とか検察官に権限があるので、うんうん、まあ、自分の部下の警察官を、まあ、犯罪者扱いすることは控えるでしょうね。でこれは、まあ、警察を擁護するわけじゃないですけど、まあ、要は隠しカメラじゃないけど、要は調査じゃないですか、うんうん、で 僕探偵業やってるんですけど、まあ、言ってみたら相手に見つからなかったら違法行為をしてたとしても OK なんですよ。罪に問われることはないんです。で実際に、まあ、住居に侵入してコンクリートマイクって前に説明したことあると思うんですけど、コンクリートに、ね、まあ、家とかの壁にあったら中の声が聞こえるとかいうときにはやっぱり入らないといけない。で、一番、まあ、例えば更新所とかでね調査するときに郵便ポストの中ね、あれ取ったら罪なんですけど、やっぱりただ郵便にはいろんなその人の個人の生活状況があったり、はい、ゴミね、うん、とかの中にはいろいろなもんが入ってるので、実際問題として更新所としてはそれを、まあ、グレーゾーンの中でやってるんですよ。で探偵業法の中にもやったあかんって、同じようなことやったあかんってなってるんですけど、ルール通りにやってたら悪いことは
とか、そういう調査っていうのははっきり言ってできません。だからそこはもうあのまあ仕方がないというか、まあ警察を擁護するわけじゃないですけど、そこはまあしゃあないかな。ただ皆さんがね、あの個人の一般市民のプライバシーって言われてますけど、今皆さんプライバシーあると思われてますか？逆にお二人に聞くんですけど、あります？ないでしょ。いやもうないですね。ないでしょ。今 N システム、車でも N システムっていうことで、まあ顔写真とか動画でね、誰かがどこ行ってるかって分かるし、調べようと思ったら、で街のどこには犯罪防犯のためにねカメラあるでしょ。そんなもんみんなね、ターゲット絞られて行動を捕まれたら、もう自分たちが何してるか、どこ何時何分にどこ行ってるかって、もう警察は分かってるんです。それは法律でもう見てもええような法律がもう通ってるので、はっきり言います。日本で皆さんにプライバシーはないと思ってください。だから今さらこのプライバシーの取られとったということで、プライバシーの侵害やとかいうのはナンセンスです。なるほどね。はい、だたまたまその前で取られてたからあからさまやったし、政治だ。で、これポイントなのはね、被害届でしょ。被害届を相手側が出してるんですよ。ほんまに相手が悪いことしてると思って腹立って 100% 自分が間違ってないんであれば、刑事告訴をするはずなんですよ、弁護士を立てて。ほんなら警察は捜査しないといけないんですけど、被害届や相談というのは警察は捜査する義務ないんですよ。っていうことは警察と駆け引きしとるんですよ。なるほどね。分かりますか？自分たちもちょっと悪いことしてるから見られてたら、要は牽制するためにやっとるわけですよ。だからこの被害届っていうのでみんなが、ちょっと知識のない人とか法律に詳しくない人は、あ、この人は正しいんちゃうかなって思うでしょ。違うんですよ。本当に正しければ刑事告訴をされてます。なるほど、ね、被害届でとどめてるっていうことは自分たちにも何か非があって、要は警察を牽制してるんですよ、検察と。だからはっきり言って、まあ、どっちも、ね、要は悪い、まあ、要は戦いと狐と狸の騙し合いですよ、うん、なるほどね、うん、叩かれたら、ね、うん、埃が出るわけですね。そういうこと、そういうこと。なるほど。本質はそういうことですわ。だからもうそれで答えが出てるじゃないですか。自分どこが正しかったら告訴するでしょ。でも告訴するじゃないですか、もし。ほんなら検察は自分たちが告訴されて、そういうのをやられたら必死になるでしょ。あ、あいつの暴いたろうって言って行くでしょ。行かれたら困るんですよ。なるほどね。そういう裏があるんですね。そういうことですよ。だからニュース読むときもやっぱりちゃんと見て、その裏、本質っていうのを見抜かないと、まあ、言ってみたら君がよ歌わないとか、そういうことになっちゃうんですね、はい、なるほどね。一緒のことですよ、うん、ニュースの見方がねちょっとまた変わりますね、崎山くん ね、 ね、うん、ね、本当に、うん、ということらしいですよ、皆さん。いいコメントでしたか、ね、かなりさすがキャプテンですね。 ありがとうございますさあ続いてのニュースですが、女児死亡、大阪火災母親に無罪ということで、21年前になりますね、大阪で小学校6年生の女の子が死亡した火災をめぐるやり直しの裁判で、大阪地裁は母親の無罪を言い渡しました、これは、結局は自然発火の可能性が現実的だったということで、このような無罪という判決になったわけですが、まあ、21年前ですよ。でお母さん出てきたらもう52歳ぐらいね、なられているということで、まあ、30代ぐらいだったでしょうからね。これってでも本当に氷山の一角というかね、まだまだこういう事件ってあるんじゃないかなって私は思うんですが、はっきり言うてね、うん、検察側、警察の取り調べっていうのは非常に傲慢です、うんうん、はい、だからこういうことが得てして起こるでしょうね。だから氷山の一角じゃないですかね、うん、だからまあ、ゴキブリじゃないですけれど、まあ、例え悪いかも分からないですけど、うんうん、ゴキブリ1匹見つけたら100匹おるって言われるのと一緒で、1回1個そういうのがあるんやったら100件ぐらいあるでしょうね。実際そこの中で傲慢にできるんですよ。起訴権も何もかも、前にもいろんな番組で言ってるんですけど、検察が全て握ってるんですよ、日本 の、 うん、地方って。アメリカとは裁判官が一応、まあ、介入したりとかして、まあ、間違いのないようにはするんですけど、日本の場合は起訴権がを検察側が持ってて、だけが持ってて、で裁判は 99.6% 有罪なんですよ。ってなると、どれだけね、まあ、確実なものを起訴してるかということもにもなるし、逆に裏を返せばどこまで傲慢にやってるかっていうことになりますよね。なるほどですね、なんかそのね、お金にはもちろん時間って変えがたいんですけど、まあ、実際21年前のこれって、やっぱりこうお金ってある程度は
もらうわけですよね。あのね、一日にね、大体決まってるんです、法律で。あの無罪の人が入った場合、うん、あのその日数ね、入った日数かける7000円から1万2000円。でまあ、決められるんですが、はい、これもねすぐもらえないんですよ。1年間ぐらい結局、民事裁判を起こして 国を相手にもらわないといけないんで、もらえるのは1年後ぐらいなんですよ。また裁判で長いんでね、日本の。で、まあ、僕の計算上ね、まあ、1日、まあ、これだけ、冤罪のやつに入ってたんで、1万円ぐらい支給されたとしたら、だいたい20年以上ですから、まあ、だいたい1人に、まあ、7000万円ぐらい、これ税金なんですよ。だから皆さんも検察側に対して文句言えるんですよ。わかります？そうですよね。検察官が、まあ、5人、警察が5人をしたわけで、あの、5人して1億4000万円の税金が支払われるわけなんです。あいつらのポケットマネーちゃいますからね。あいつらは1円も出しませんから、ね、しかも謝罪もしないんでね。ちゃんとした謝罪も。で、今度、そういう態度を見てると、取り調べとかで、どれだけ傲慢にしているか。で、取り調べ室の可視化を言われても、えらい反対してるでしょ。そうですね。あれは、さっきも言ったみたいに、正しいことをしていれば、オープンにします。相当強引なこととか、まあ、要は見せれないことをやってるから、出せないんですよ。非常に、異常なぐらい反対してますよ、あの可視化には。そうですよね。だから、はっきり言うけど、このように正義はありません。そっか。だから、やっぱりあの人たちもお金でね、うん、まあ要は起訴にしたり不起訴にしたりとかしてるらしいし、僕もいろんな裏のこと聞いてるんでね、まあ僕は基本信用してないですよね。だから起訴されてる方もね、特に政治の関係とか、あと税金関係で起訴されて、堀江さんとかね、起訴されてる人たちっていうのはちょっとね、あの検察官の、まあ、要は嫌がらせじゃないけど、そういうのもあると思いますよ。なんかね、そう思うと、またこの方はあの一緒に交際相手の方も逮捕されていて、まあ、在日の方みたいですけどね、その交際相手の方も無罪にキャプテンになったんですよね。なったですだからもうそれ別の裁判にしよったんですよ。普通は一緒に審議したらいいのに、全く別にしよったんですよ。それも異例なんですよ、実は。実は異例なんです。普通一つの事件が起きたら裁判を分けることってないんですよ。両方出廷して、あのいろいろ両方のね話を聞くべきやのに、別々にしたっていうところが検察も強引にね持っていったんじゃないかなと。で、片っぽの裁判で、まあ、有罪になれば当然片っぽも有罪になりますよ、流れ。確かに。はっきり言います、裁判官にあの真実を見極める能力は全くありません。はあ、なんでって 99.6% が有罪って言ってるんやから、何も審議しなかったわけでしょ。そうですよね、うん、で絶対そんなに強引な取り調べとかね、あの証拠出してたらね、絶対間違ってるとこもあるはずなんですよ。ほんなら、まあ、言うてみたら懲役何年とかね、いろいろ執行猶予何年とか言ってるやつも、要はおひれはひれついたことが裁定されて決まってるわけじゃないですか。それって正しいことじゃないでしょう。確かに。まあ要はまあ、ちゃんとした公平な、まあ、的確な判決じゃないということになりますから。そうですよね。あいつらにありません、能力ありません。なるほど。なんか、うん、暗い気持ちになるけれども、あの本当にブルガリさんもね、うん、あの警察も本当に正義の味方なのか分からなくなってきたなということですが、いやそういう気持ちになりますね。警察の方でも頑張ってる方いますよ。僕のおじさんなんか、あの岡山県警 の刑事本次長ですから、あのいとこはね、あの警察官ですし、あの知り合いでもいっぱいいるんですよ。頑張ってる方いらっしゃるんですよ。ね、うん、ただやっぱり体質として正義を追求しているかどうかっていうのはちょっと疑問にあると思う。まあ、警察の方もこれもしか聞いてたらね、聞いてくれとったら、若い警官なんか特に自殺したりしてるでしょ、入って思ってたのと違うかったということでね、やっぱそれが真実本質なんじゃないですかね。そうですね。だからそこをちゃんと見極めて、僕たちがね、うん、やっぱニュース見たり、うん、ね、人から話聞いたり裁判を見たり、
報道を聞いたりしないと、そうですよね、ちょっとおかしくなりますね。やっぱり知ることって大切ですね。何でも鵜呑みにせずに、一回自分は、ね、考えてみるとか、これについておかしいなと思ったら勉強してみるとかね、やっぱりそうすることで自分の身を守ったりね、身の周りの人を、ね、守ることにつながるんじゃないかなというふうに思いますので、ニュースの、ね、見方一つちょっと変わるとですね、また捉え方も変わりますし、ちょっと ね知識のつき方も変わりますよね。僕ね、結局このニュース番組したかったのはね、この時間を借りて言うんですけど、本質っていうのはね、やっぱりなかなか報道で話せることと話せないことってあると思うんですよ。普通の一般の、確かに、ラジオ局だとか、県営ラジオとかね、県域ラジオとか、テレビ局とか、それをなんとかね、こういう小さなところでもいいので、少ない方でもいいので、僕の知ってる事実、本質を皆さんに聞いていただければなと思いましてね。そうですよね、そこからまたね、このニュース番組面白いよとかね、こういう考え方があるらしいよっていう、なんかこう、きっかけに、なればいいなというふうに。僕は知ったかしませんから、知らないことは知らないって言います、分からないことは分からないって言います。ただ知ってて、それを目の前で見たもの、感じたもの、真実っていうのは僕はちゃんと伝えていこうかなと思います、ね、なるほど、そのですね、いろいろと一旦 CM を挟みまして、週の後半のニュース、また真実に触れていきたいと思います、はい、いやでもすごい立派な方もいらっしゃるんですよ、ただやっぱりね、結構傲慢なことっていうのは多くて、大阪でも去年一昨年かなんか5人逮捕が続いたでしょ、あれなんかでもすごい悲惨でね、無罪より半年拘留されてたりしてた、普通の一般の、ね、サラリーマンの人もいらっしゃったりしてたわけですからね。留置所の警官は管理の警官というのは、その人たちは無罪の人ちょっと分かるらしいよ、やっぱり。やっぱり刑事の動きとかがおかしいのも分かるし、見てても話聞いてても、もうこの人ちゃうなって思ってる人はいてるらしい。それでも有罪になってる人も何人かいてるって聞いたからね。そうなんですね。時刻は9時37分に今なったところです。サタデーニュース 20FM ギノワンで2時間番組になってスタートしました。残すところもうあと30分を、切ってしまいましたが、今週の後半のニュースを振り返っていきたいと思います、まず8月11日木曜日ですが、熊本地震不明大学生発見ということで、熊本地震で唯一行方不明になっていた男子学生の遺体の一部がようやく見つかりました。実は、このニュースですが、一時はですね、もう打ち切られてたんですね、一旦捜査が。もう二次災害が危ないということで、危険のために、岩とかがだいぶね、そうなんですよ、もう崩落現場は本当に凄まじいことになっていて、やはり二次災害を危惧して、捜査はできないということだったんですが、ご両親がもう本当にですね、懸命のもう独自の捜査を続けられて、6月23日に橋の崩落から5キロ下流で、まず乗っていたんじゃないかという車の金属板を発見、そして7月24日に車体を発見したということで、そしてもうそういったご両親の訴えを受けて、県の方も動き出しまして、今月9日に捜査を再開して、今回の発見に至ったということでした。俺一言言いたいのは、熊本の知事、なんか泣いとったやん最初、ね、みんなのためって、はい、一人だけやったから捜査せんかったんかっていう、俺はちょっと怒りたくなる。やっぱり一人はみんなのために、みんなは一人のためになんて、一般のね、要はスポーツの、チームとかで、やってることであって、要は自分たち、要は一般の方が、何も知識ない方が独自の調査で見つけることができるんやったら、自衛隊を使うなり、したらいいんじゃないの。これが例えば、日本の首相やったりとか政治家やったら探しに行ったでしょ。そうですよね、だから俺ちょっと俺泣かんといて、泣く前にちゃんと仕事してから泣いてくれって僕言うたんやけど、何しとったんかなって思うんですよね。なので知事が言えば結構いろんなもんが動くはずなんで、そういう訴えってあったと思うんですよね。でやっぱね、見つかってよかったですね。若いね、要は若い力というか、そうですよね、命が絶ったわけですから、
何考えてんのかなと思ってね。そうですよね、うん、本当に今回は無事見つかったんですが、うん、私も単純にですね、こういう災害の現場で何かこう行方がね分からなくなったっていう方がこうやって4ヶ月ぶりにって見つかるっていうのは本当レア中のレア、もうレアケースだと思うんですよ、うん、ね、普段だったらやっぱりなかなかもうご遺体っていうのは、うん、なかなか例えば海とかだったら上がってこないとか見つからないっていうことがもうほとんど多い中で、ご両親が足を運んで発見に至ったっていうのはこれはレア中のレアだと思うんですね。ということはさ、二次災害が危険やとか言うといてさ、うん、まあ、まあ機材とかの問題あるんだけど、うん、誰かそのね、2人かなんか、うん、3人その専門家動かしとったらよかったんやね。そうですよね、うん、だから本当になんかどうにかならなかったのかなっていう思いもしかり、今回はお父様お母様ね、そして関係者の方を応援してくださる支援の方がいらっしゃって発見に至ったそうなんですが、うん、危なくなかったのかなと独自でやってね、本当ですよっていうふうに思います。何もここで怪我をされなかったのでよかったものの、よかったですね、まあ、本当に、ね、巻き込まれてとかあったでしょうか ね、うん、ね、なのでこれで例えばお父さんお母さんが例えば怪我をされたとかなった時に、うん、責任って誰が取ってくれるんですかね。これはもう自分の責任っていうことですよね。立ち入り禁止区域やと思うんでね。そうですよね。だからやっぱり、まあ、これは父親母親の気持ちじゃないですけど、もう最愛の息子さんやったと思うんで、もう巻き込まれてもいいという覚悟があったからじゃないですか。確かにね、やっぱり人間っていうのは何でも覚悟、ね、要は開き直った時が一番強いですよ。もうその本当に思いが通じた今回の発見となりました。っていうたら年齢からしたらザキヤマ君とあんま変わらへんやろからね。そうですよね、自分と同じぐらいです、うんうん、そうやろ、そう、はい、だから僕らがザキヤマ君がそんなことになってたって言ったら、やっぱりね、血つながってなくてもやっぱり気になるし、探してほしいって思うからね。それは思いますよね、うんうん、一人の命、ね、まあね、だからとか誰の命だからってことではなく、うん、もう遺族の方にとってはもう誰でもね、やっぱりかけがえのない命ですからね、うん、もう本当に今回は発見に至ってよかったなというところでした、うん、そうやね、なんか議員とかもおるんやろうけど、熊本のね、なんか市議会議員とかもおるんやろうけど、なんか知らんけど県会議員とかおるんやろうけど、何しとったんやうん、腹立ってくんね、まあ、ね、うん、ということですね、うん、さあそして嘉手納高校盛り上がりましたね。前橋育英に逆転勝ちということで、これはもう沖縄中がね本当に、うん、歓喜に沸いた試合になったのではないでしょうか。もう7回のね、うん、打線のつながりでこう一挙にね、うん、わーっと爆発してね、もう見事初戦突破ということになったんですが、うん、僕は最初から最後まで見ました、うん、私も見ました。はい、どうでした。ね、うん、マジ解説しましょうか、はい、勝利に結びついたのは8番バッターです、うん、ね、僕ね、8番バッターを見たときに、うん、おら8番にしてはえらい構えをするなと、やっぱり打つバッターというかいいバッターっていうのは構えで分かるんですよね、僕らやってたから。ほんならね、後でその次のイニングかなんかでね、また代打で出てき、代打チャワー回ってきて打席立ったときに、うん、解説者が今年の春まで4番やった。ああ、おっしゃってましたね。うんうん、今年の4番まで、春まで4番やった子が、8番に行っても、そのチームが成り立つっていうことは、やっぱりセンスが熱いということもあるし、8番バッターでいいところで打ってるんですよ、やっぱり。で、8番舐めたらいけません。普通のところは、8番が一番打率の低い選手とか、はい、力のない選手が打つんですが、実際、4番バッターで終わる。時とかがあって、5、6、7というのが1番、2番、3番ってなる時があるんですよ。で、8番バッターが裏の4番って言われてるんですよ。なるほどね、はい。で、8番バッターがいいバッターおるところは、まあ当然ですけど強いんです。だから、得てして、まあ僕が予測した通り、勝ったと。なるほどね、はい、皆さん7回までは疑ったと思いますけども僕はもう7回の攻防も、うん、7回が始まるときにそろそろ向こうのピッチャーが、うん、勝ちを意識して、うんうん、崩れてくぞとちゃんと予告しておりました、すごい、はい、そうなんですね、うん、なんかまるで野球をされてたみたいですね。いやしとったやんしとったやん。あ、そっか、いつもそのボケやな。そうそう、それしかしてないいいね俺も待ってるとか若干ね、うん、ザキヤマくんはどうでした。盛り上がった。やっぱりいやもうフルで自分も見ました。あ、やっぱそっか、やっぱ ね、みんな見るんでしょうな。うんうんうん、多いね、熱が入ったね、うん、いやキャプテンさんがもう転がせは何かを転がるっていう言葉がもうずっと脳裏に焼き付いてたんで
もうどの試合見ても転がったのがもうキャプテンさんの言う通りみたいな感じになってます。そう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 、でもその通りでしたね。いやそうなんですよ、ね、だからやっぱり何回も言いますけど、フライは1回取ったらアウトなんですけど、うん、ゴロっていうのは取って投げて、で投げた塁のシャツが掴まないといけないわけですよ。この3倍違うわけですから、やっぱ転がせれば何かある、うん、イレギュラーもありますしね、うん、フライはイレギュラーありませんからね、うんうん、なるほどね、まあ、あの昔のドカベンの坂田三吉って言ったら通天閣打法言うてね、通天閣の300メートルぐらい の, あのフライを上げる漫画なんですけどそれぐらいのフライを上げるんであればあのイレギュラーっていうかね、まああるんでしょうけど、うん、まあ、坂田三吉みたいな選手は今まで見たことがないので、はい、大丈夫だと思います。なるほど、じゃあ坂田三吉はね、はい、再来なるか、はい、再来ということということで楽しみにね、見ていきたいと思うんですが、うん、そうですね、次の試合が嘉手納高校8月16日、うん、明徳義塾と対戦ということで、頑張ってほしいな。厳しい、明徳義塾もね、うん、あのコーチの子少ないんですよ。大阪でねやっぱりボーイズリーグとかやってた子がほとんど行ってるので、うんうん、結構ね、あ、ちょっと厳しいんじゃないかなと、うん、ね、厳しい戦いをどう戦い抜くか、うん、僕が、まあ、よかったらあの監督でも行きますし代打でも行きますね。ちょっと電話かけ、ね、FM ギノワに、ね、そうですね、関係者の方はね、はい、797@fmギノワ.comまでよろしくお願いします。マジで来たらどうすんの、練習せなあかんやんですよ。さあ、ということでした。そして8月12日もこれはね、もう外せないニュースですね。あの日を忘れないで、日航機墜落からもう31年にキャプテンになりますね、うん、でもニュースがねやっぱり31年という節目ではないので、うん、やっぱりちょっと灯籠流しね、うん、いつもやられてるオスタカの尾根の近くのね、うん、川で灯籠流し200体ぐらいかな、うん、やられたそうですけどね。なるほど、うん、まあ、あのまだまだ解明されてない部分というのはたくさんあって、うん、で僕もちょっとこの間この番組で、ね、話すから聞いといてって、あのボイスレコーダー聞いて、そうそう、どうでした。いや、あのね、ボイスレコーダー私聞いてもう途中からね、うん、もう苦しくて、うん、もうこういう例えばね、あのもう動かないですとかね、うん、もう頭上げてとか下げてとか ね、あの名古屋はダメかとかね、いろんなこう、うん、あのなってるんですよ。右に回っててもうちょっとどうのこうのとかね、うん、いうやり取りをね、もう寸前まで聞くわけですよ、うん、もうね、なんかもう胸がドキドキして、うん、私にしたらあの他の墜落のテープレコーダーってあるらしいんですけど、私はそれ聞いたことないんですけど、うん、やっぱりこう日本人ってこう淡々とというか、その際も、うん、なおこう冷静で最後の最後まで、ね、あのやってるんだなっていうふうに私は聞いたんですけど、いや、非常にね、うん、あの震災の時もね、あの暴動とか起きないとかね、うんうんうん、強奪が起きないっていうので、やっぱり日本人っていうのはそういうところではね、やっぱりいざとなった時にはね、やっぱり紳士だと思いますね、うん、で僕一つだけ気になってるのはね、うん、時間がないんでね、まあ、また今度何か特集があった時にやろうかなと思ってるんですけど、うんうん、中曽根、当時の中曽根康弘首相が、はいはい、墓場まで持っていかないといけないことがあるっていうことを、うん、あの日航機の後に発言されてるんですよ、うん、で僕はいろいろその事故調とかがやってる調査が結構曖昧な点とか不自然な点が多いので、うん、まあ何かあるんだろうなと思って、僕はボイスレコーダー今まで俺なんか50回60回ぐらい聞いてますね、何かヒントがあるんじゃないだろうかと、でそういう検証番組とかは僕欠かさず見ております、はい、だから僕も研究していきたいなと思ってるんですよね、まあ、大阪便やったんでね、知り合いの方あの弟さんが亡くなられたりとか、まあ、実際にあったり、明石家さんまさんが、ね、乗らずに済んだとかね、まあ、そういう身近な あれもあったし、阪神タイガースの球団社長が亡くなったりとか、あの坂本九さんとかね、が亡くなったっていうのがあるんで ね、まあ、僕もどんどん、うん、いろんな情報が入ればね、あの524名の乗客乗員のうち、ね、え、亡くなった方が520名、うん、ね、生存者が4名ということで、ね、国内で発生した航空機事故では最多であり、うん、単独機の航空事故としても死亡者数は世界でも最多の最悪の事故となったということで、うん、それにもかかわらずボイスレコーダーの、ね、解析 の、 その文章がね、うん、点々点が多かったりとかね、うん、あれもおかしいんですよ、ね、今の技術だと解明したら分かってるんですよ。うん、それもまあ事故調とか、まあ、JAL 自体がまあその遺族に対してね、やっぱりこういうことが分かりましたよとか、今の技術でこういうこと分かりましたよっていうことを、ね、言っていくべきなんですけど、うん、
どうもそういうこともないみたいですから。なるほどね。まあちょっと考えてほしいですね。そうですね。風化したくはないですね。そうですよね、うん。やっぱりもう31年経ってしまうと、なかなか番組の取り扱い方っていうのも、うん、私がその小さい時から見てて、そうだよね、もうだん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 やっぱり取り扱いが少なくなってきてるなっていうのは事実なんですね。うん、そうだね。そしてちょうどこの日に運悪くというかですね、うん、アナが乗客の、荷物を詰め込まないまま羽田空港を出発と、うん、で乗客には事後報告だったということで、8月12日にこういうニュースがですね、航空機つながりなんですけどあったわけですね。で、たかが荷物の積み忘れかもしれないんだけれども、うん、結局その JAL の事故にしても、うん、小さいこういわゆるこうヒヤリハットみたいなのってちょこちょこあってたわけですよね、はいはい、でそこから大きい事故につながったということで、うん、なんかこの日に限ってこのニュースは見たくなかったなと私個人的には思ったんですけれども、うん、また特集コーナーとかでまたよかったらキャプテンこういうのも取り上げても、まあそうですね、また考えてね風化させたくない事故とかですね、事件ということで、うん、取り扱ってもねまたいいのかなと改めて考えるいい機会になるんじゃないかなというふうに思いますね。ただね、うん、エンジニアのことをいろいろ調べたりとかしてる身からすると、うん、荷物の重さも計算して飛行機で飛ばすんですよ、機長は。だから機長自体は知ってたと思いますよ。荷物が入ってなかったら飛ぶ時のバランスとか狂うので、あれ乗客とかの人数とかも絶対ちゃんと把握してるでしょ、右側とか左側だけに寄られると飛行機の傾きが絶対出るので、うんうんうん、そういうのは絶対入ってるはずなんで、多分話は言ってたと思いますよ。なるほどね、うん、で、ツイキャスね、ブルガリさんからね、キャプテン甲子園出るのに、費用かなり出費いるって、いるって、うんうんうん、本当ですかと、かなりいります。まあ、応援団にしてもね、うんうん、バス50人乗りのやつを観光バスチャーターしたら50万円です、うん、1台が。だからそれはだいたい10代とか20代とかなるともう単純にかける20ですから、どれぐらいのお金がかかるかなということですね。またその親御さんたちねがいろいろ T シャツ作ったりとかあんなするんでね、まあ普通に 2,300 万ぐらいはいるみたいですよ。でまた勝ち進んでいったらまた確かにそうですよね、偉いことになるんでね。だから清原さんのね家、実家が電気屋で東芝で、まあ親父と一緒のグループやったんでね、グループというか東芝のねチェーン店やったんで、はい、会合とかで終わったらもう清原甲子園何回も行くからもう電気屋潰れかけたりそうなんですね、その裏話もあるんですね。なるほどなるほど、うん、まあ、それが8月12日のニュースということでした。そして今日13日の土曜日ですが、生活保護の女性宅でわいせつ行為、市職員の男を懲戒免職ということで、生活保護の女性宅でわいせつ行為、これ30代の男性職員が懲戒免職で、まあ、処分になったんですが、複数の生活保護受給者の女性宅を訪問してわいせつな行為をしていたということで、うん、これありましたね、職権乱用っていう言葉が当てはまるのかわからないんですけれども、うん、何なんですかねこれ。人の税金つくこと何しとんねん、本当何しとんねん本当何しとんねんということで、まあ、ただね、うん、一番ムカついたのがなんかこれに対して、うん、なんか異議の申し立てをその本人がしようとしてるって書いてあるんですけど、うん、何を考えてんのか。ただね、ただ真相がどうかわからないですけど、そうですね、確信犯でしょ、ね、何しとんのかなと、何しとんのかなと思いますね。さあということで、週の後半のニュース振り返ってきましたが、時刻は9時50もうすぐ3分になろうとしています、この後56分になったら一旦終了するんですが、今日の、はい、土曜日の10時からといえば、はい、この番組ということでキャプテンにマカ長系がスタートいたします。そして今日はスタジオに早速この後のメイン MC のやらあゆみちゃんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いきなり振られるんですね。そう、今ね一生懸命次の番組のことをされてたのを知っていながら、うん、私振りました。そうですね、僕はちょっと忙しいのでちょっとね、びっくりしましたけども、そうでしょ、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は内容的にどんな内容 で、ね、うんうん、実は今日は8月13日、うん、階段の日ということで、階段ってそこの階段いやいや、その上がり下りの階段じゃないです。あ、そうですか、はい、ではなくて、うん、このねミステリー的な、あ、おー、怖いやつ、怖いやつですね。なるほどまたうまいですね。うまいやろ、効果音うまい
ちゃん高校ずっとね、その後しんどいだな、いただいてそのねトークとかをね交えながらまた、うん、ニュースピックスなどもお伝えしていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、うん、じゃあやっぱりあの怖い体験をねしたことがあるという方教えていただきたいです ね、 ね、本当ですね、お願いします、メッセージどんどんね、本当ですよね、あゆみちゃんちなみに怖い体験ってしたことありますか。私ね怖い体験でも金縛りはあよく合ってます、ね、そうなんですね、じゃあ続きはこの後僕はあのちょっと忙しいんで、あの後からマイムキングがそうです、ね、あの那覇空港からかかってくると言ってるんで、ね、今日もいらっしゃるんです、そうなんですよ、僕ちょっと忙しいね今日、そうそう弟に、そう、ね、今日この後はキャプテンは変えられて、ね、あの今日のキャプテンにマカチョウケはマイムキングにマカチョウケに変更する、またそれがある意味また階段的なうまいあゆみちゃんさすが後ろにみたいなちょっと暗いねまさかみたいな、あの BGM さ、うん、大人の階段登るっていう感じだよ、ね、あのエッジ2の思い出がいっぱい、ね、思い出がいっぱいね、うんうん、確かにね、確かにいいかもしれないですねじゃあの怖い思い出がいっぱいある人はぜひですね、そうですね、この後のマイムキングにマカチョウケ聞いていただいて番組変わっとるからねえねえねえ本当に797@fmginoan.com ですね、すべてアルファベット小文字、こちらにメールでもお待ちしておりますので、引き続き番組楽しんでいただきたいと思います、うん、さあということで今週から、FM ギノワのみで2時間番組となりましたサタデーニュース20、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。そろそろお別れのお時間になってまいりました。2時間って喋れるかなと思ったけど案外キャプテン喋れますね。そうですね、ね、うん、うん、ということでザッキーも今日ありがとう、ね、パーマがちょっと疲れてるけど大丈夫かな、おしゃれパーマの、今日はですねあの3人で、そしてこの後の、キャプテンにマカチョウケの、D ヨナミネ D が今日はですね、コメンテーターとしても登場していただきました、うん、まあ、こういうふうに週の1週間の気になるニュースを振り返っていきながら、ニュースの見方も皆さんに知っていただきたいなというふうに思っております。ぜひまた来週も、夜8時から聞いていただきたいと思います。それではこの後引き続きキャプテンにマカチョウケ聞いてください。さあお疲れ様でした。なんか暑くなかった。脇汗めっちゃ。